今回は、1日3袋ポテチを食べているというニートの一致の話を紹介するよ。ニートは40歳。1日3袋ポテチを食べてそろそろやばい。もうすぐ40歳になるニートやがポテチが好きすぎて困ってる。気づいたら、お得用の大きいのを1日3袋くらい食べてるんやが、そろそろやばいかな。やばいってのが何のことかわからん。親が切れないのが不思議。確かに。ニートって結局、親とそこそこ仲が良いよな。Y の家でこれやったら締め出される。わかる。年齢見て吹いた。40歳のニート、無職の間違いかな。ニートも無職も変わらんだろ。今もコンソメ食いながらすれ立てしてる。一番好きな味は、サワークリームオニオン。まあ特にこれがってのもなくていつも目についたのとか安いのを買ってきてる。ニートなのにポテチ買う金はあるんだな。ポテチ買って食う暇があったら少しは働け。近所の薬局とかスーパーのクーポンを親がもらってくることがあるんだけどさ、それを使ってまとめ買いしたりしてる。子供の頃にもらった小遣いから出してるからええやろ。子供の頃の貯金とかとっくの昔に使い切ったわ。そもそも通帳がどこにあるかわからん。多分まっまに取られたな。Y のお年玉かわいそうでくさ。最近ポテチも高いよな。で、何がやばいんや。まず、そろそろ金がつきそうなのがやばい。それより何より体型がやばい。だんだん体が重くなってきてそろそろまずい気がするんや。確かにかなり不健康そう。身長体重をどうぞ。168センチで100キロを超えてしまった。デブやん。部屋のドアとかに挟まらないのか。ドアは普通に通れるけどな。前に寝相が悪くてベッドと壁の隙間に落ちた時にめちゃくちゃ焦った。あとデブは関係ないかもしれんが最近よく足がつる気がする。不健康な証拠だよ。40だっけ。そろそろ色々と気にしないとまずい年齢だよな。俺は45を超えてから身体にガタが来るようになった。まず徹夜ができなくなって、油物がまずく感じるようになったな。年齢でじわじわ来るんじゃなくてある日突然、老いを感じるからやばい。わかる。なんだよ、このスレおっさんばっかりか。Y は大学生やぞ。大学生のふりか、お疲れさん。大学生とかええな。Y は高卒やから大学に一度入ってみたいんや。前にどこかのスレで近所の大学のキャンパスで学食食ってるって書いてたやつがいるんだけどさ。あれって嘘待つか？学食とか無関係のやつが行くのは無理だよな。一致みたいな40代は無理だと思うけど20代なら普通に入れるぞ。講義を聞くのは無理やし図書館とかはカードがいるけど Y の学校は学食は自由やった。はい、そうなんか。20代の時に大学生気分を味わえばよかったわ。でもお前、ニートじゃん。学食豪華な大学いいよな。Y の学食は安いけどまずかったぜ。友人の大学に遊びに行ったら学食にマックがあったわ。マックくらい普通やろ。学食行ったら可愛い女子大生が多そうでいいよな。目の保養にしたい。ジジイは黙ってろ。キッモ。JD、何あのキモい人。まあそうなるよな。Y は現役生やが JD の近くには行かないようにしてた。陰キャ同士で固まるのは高校も大学も一緒。ちょっとポテチでも買ってくるか。ポテチ食う時に何飲む。昔はコーラを飲んでたけど最近はお茶か水で我慢してる。そこまで買う金がない。茶とポテチって合わなさそう。Y はたまに新作をたしなむ程度やな。3食食べてるのか。2食しか作ってくれないけど白米は3食分ある。朝は大抵白飯にふりかけで終了。それは2食って言わないんだよな。もし仮に朝食が豪華でもポテチ食べるのはやめなさそう。1日に特用3袋はやっぱり多すぎるだろ。ぼーっとすれ見たり YouTube 見ながら食ってるとあっという間やぞ。3袋同じの食べるの？それとも3つともバラバラ？どうでもよくてくさ。暇なんだよ。安いの買うから同じ時もある。帰れる時は帰る。どこで買ってんの？基本は近所のスーパーか薬局。親のクーポンを使う。クーポンがない時は1時間くらいチャリ走らせて泊まるやるに買いに行く。泊まるやるってどこ？知らんのか？めっちゃジュースとかスナック菓子とか安いぞ。初めて聞いた。あそこ安いよな。チャリで行った時はまとめ買いしてくるわ。業数みたいな感じなんかな。Y は業数が好きや。ああいう店に行くと役にたくさん買いすぎて散財気味になる。わかる、ずるいよな。ちょっと腹が減ってきた。なんか一致の食べ方、汚さそう。キーボード使ってる時はちゃんと箸で食ってるぞ。いつだったかコンビニで買った時にキャンペーンでついてきた。しゃれてんじゃねえよ。デブがポテチを走って似合わねえな。基本は手づかみだぞ。パソコン使ってる時とかゲームしてる時は箸。どうでもいいわ。Y もスナック菓子食べる時は箸で食うな。手が汚れるのが嫌や。そこまでするなら食わなきゃいいのに。それ、そのうち太りすぎて起き上がれなくなりそう。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。俺無職31歳、発狂。ハロワで住所応募しても全部落とされるけん。ハロワで落とされるとかもう俺に存在価値ないってことだろ。派遣やればいいだろ。そんなアクティブなのに今までニートだったのか。
俺が感染症で退職したからもう後がない。今までみたいな華やかな生活できなくなった。バイトすれば。控えめに言って存在価値ない。改めて認識するとマジでなく。まあそれも含めてお前なんだからさ。自覚しながら生きていけよ。どうせどこか就職決まっても大した会社ではないんだろうしさ。俺も毎日自分は底辺だと思いながら生きてるよ。正直もう数打つしかないでしょ。俺の父ちゃんも去年仕事辞めてさ、服も受けてもなかなか決まらなくて最近ようやく決まったよ。すげえな、おめでとう。俺も数打つしかないか。正直介護も考えてる。ちなみにパソコンダメでも SES なら余裕で受かる。各言う俺も SES なんだが就活で何社も受けたがここしか内定でなかった。人生積んでるじゃん。今までやってきた結果だろ。何もスキルも経験も積んでこなかったの？ない。親が中流だったから甘んじて生きてきた。親のせいかよ。いや能力すごすぎて敬遠されてるのかも。ないない。学生終わって働いたコンビニで無能すぎてやめてくれって言われた。無職になる直前、暇で中学生のチャットルームに入ってさ、お前らも無職になるぞ、とか、こんな夜中まで何してんだ、とか、説教したら、働けよおっさんって言い返されて心が無になった。何してんだよ犯罪者。さ、悲しいな。パソコンは全くダメなんだ。できる気がしない。切羽詰まってるくせにそんな余裕かましてるからダメ人間なんだよお前は。同い年でわろた。18から25までニートだったけど早めに切り上げてよかったわありがとう。日本は25までならなんとかなるシステム。それ以降は無理。現場仕事しろよ。年齢的に選んでる場合じゃないだろ。無理なら会社のレベル落としかないな。31だとかなり厳しいよな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。Y 居酒屋勤務。休業日3日前に店長失踪。閉店無職。ニートからせっかく就職したのに初任給をもらい損なった模様。そうきたか。感染症が流行り始めて嫌な予感はしてた。脱ニートしようと思った時期がまずかったな。ちょっとこれはかわいそう。お前が店長になるんだよ。俺たちの物語はこれからだ。鍵ない。おそらく家賃も全ての支払い滞納。謎の失踪。逃げるってことは、おそらく店の金も使い込んでたなあいつ。堕落してニートしてたけど別にコミュ障とかじゃなくてさ、面接ですぐ受かった居酒屋で働き始めたらこれだよ。嫌になった、もうニートに戻る。給料の支払いないとか終わってるよな。一致がもうすぐ多日ぬかと思うと辛い。なんでだよ。実家暮らしだから別に多日にはしない。けど給料ないとかなんだよ。おや、店がなくなったとか嘘でしょ。早く家に金を入れなさい。そう言われる可能性もあって怖い。外人の派遣切りが激しいから今ならどこでも派遣で働けるぜ。よかったな。給料が間違いなく入ると思ってたから数日前に借金してギャンブルしたのに。アホすぎるやん。ゴミ。居酒屋とかラーメン屋に用無用食材運ぶ仕事だけど3月で5件潰れて3件夜逃げしばらく休業が2件。やばいわ。夜逃げってそんなに簡単にできるのか。飲食だと結構ある。一致の店はチェーン。チェーンじゃなくて個人の店。まあ確かに客が少なくて楽だとは思ってた。貧乏くじを引いたな。別にまた他で就職すればいいじゃん。工場とかにしろよ。ああ、給料未払いはやばいな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。34歳無職 Y、ああ、壊れちゃった。何が壊れた？レスバー相手。なんで仕事しないの？母親。一致の家族。人生積んでるじゃん。グラボ。GTX1050Ti。幼稚園の頃に買ってもらったセガマーク3。経歴。膝。母親の精神年齢。Y34 歳で同い年だけどさ。こういうやつ見ると悲しくなるな。一致の感覚。Y の精神。腰か膝やろな。何もかもだよ。何もかも壊れた。もう治らない。勝手に悲観してんじゃねえよ。なんだ、つまらん。そりゃニートしてれば何でも壊れるやろ。また新しく集めていけばいいんやで。これからもどんどん壊れていく。終わり、かん。クソすれ立てんなよ。最近アホなすれが多いよな。釣りの方がまだ楽しめるわ。で、引き続き、ニート関連のすれを紹介するよ。Y 無職、コールセンターの SV になりいきなり正社員へ。なんとなく登録した派遣で正社員にならないかと言われたんを。6ヶ月契約社員を頑張ったら正社員として SV になれるらしい。SV ってなんや？スーパーバイザーや。派遣の奴らに指導したり教育してあげる係。ボーナスも出るし120日休みや。月給は23万。スーパーバイザーやろ。Y の友人がいる会社と同じやな。やったやん5年は頑張れ。スーパーバイザーってなんや？コールセンター、あ。生贄やろうからバックレる準備はしとけよ。SV だけはやめとけって言われてるのにようやるわ。これはシンデレラストーリー。SV で23万って安いな。一番めんどくさいクレームの対応係やで。教育係になったら給料上がるんか？派遣が電話受けるやん。Y
わからないことがあったら手あげるんよ。そしたら YSV が横から指示出すらしい。場所というか何の CC か知らんけど謝罪とかでクレイマー宅まで行かされたりするで。気つけてや。クレイム係的なやつか？ボーナス出るからええかな。精神やられるから気をつけた方がいいぞ。はい、羨ましい。ちな高卒ニート。ほんまにやれるか不安やけどな。人柱やん。ワイも何年か前やっとったけど派遣が適当対応しまくってヤバいクレイマーの家に謝罪に行かされたわ。派遣はそういう時の対応は契約に入ってないからできんしな。ガラスの灰皿ぶん投げられて顔中張り塗ったぜ。どんな仕事も最初はみんな初心者やし平気やろ。そういう問題じゃなくてさ、ワイも派遣でバイトの時 SV にお世話になりっぱなしやったな。苦労するかもしれんけど頑張ってや。会社によるだろうけど、ワイのところは別にクレイム対応の部署あるわ。もちろん軽微な対応はするけど、一気少しでもブラックだと思ったらガチで逃げた方がいい。物売りじゃなくてヘルプデスク系なら ITIL とか IT サービスマネージャーとか役立つぞ。無職からならええんとちゃう。ただできれば3年は続けろよ。そこまできつい感じじゃなかったけどな。要は責任押し付けられ役やな。どの規模の企業のどんな商品のコールセンターによって業務内容も天と地ほどの差がある。コールセンターなんてワイには絶対無理。ようやるは尊敬する。コンビニで見かけるような外事がわんさかかけてくるんやろ。きつくないとか言ってる外事を信じるな。こいつら引きずり込もうとしてるで。労災だな。なんとなくで入ってきた派遣を登用するんやで。それだけで実情わかるやろ。暇な話し相手の欲しい老人がかけてくる。何言ってるかわからんしくたばって欲しいわ。くれかけいらしいわ。派遣はやっぱ気楽でいいな。指導以外何かすんの？まともな会社のコールセンター、コンタクトセンターの SV は派遣社員のアドバイザーや相談役というよりは、入電数放棄率解決率などの各種 KPI についてどう目標を達成させて顧客満足を高めるかが鍵。傾向分析やオペレーター教育やエスカレーションの手順改善、開発、営業とのコミュニケーション。やることいっぱいあるはず。コルセンは基本文句あるからかけるもので大体は喧嘩腰だからな。コールセンターやったけどすぐ喉痛めたわ。ワイの彼女やってたけどしんどいらしいで。部署によるらしいがな。毎日右耳にヘッドセットつけてたらストレスで右耳だけ難聴になってたわ。一致すげー。つまるところ才能を認められたってわけやろ。やべー。ワイはその SV に使える下っ端やけど絶対やりたくないと毎日思うわ。クレカ関係で人手不足になりそうなのは督促かな。前やってたけど外事ばかりやぞ。クレカの督促はヤクザみたいな言葉使うよな。コルセンの相手はコンビニ以上の外事やぞ。お前らと一緒で面と向かわなくなるとみんな強気や。タクシーの配車やっとったけど運転手にその場で言えば済むことなのにわざわざセンターのワイらに向かって怒鳴り散らすカスばっかやぞ。一気が遠くへ行ってしまうのはなんか嬉しいような悲しいような。えへ、頑張れよ。コールセンターは学生が短期バイトでやる分にはおすすめやぞ。わかる。ずっとやるもんじゃないよな。鳥肌でコールセンターの話あったよな。働いてるやつ見てみたら？まだ働いてないのかよ。女ばっかの職場は面倒いで。だな。おばちゃんばっかりやぞ。昔はあったけど、最近は会社の規模とかもう関係ない。それだけでお察しや。まだ来てもらってすらない派遣にすがらなきゃいけないほどの環境や。大学生協の冬バイトはめっちゃ楽だった。新大学生の一人暮らし向けアイテムの受注だったが、大学合格してみんな機嫌がいい人ばかりだった。一気頑張ってな。両親は喜んどったか？クレカのコールセンターって派遣会社が受け負ってるんじゃないの？アメックスとかダイナースみたいな外資はある程度底辺はいなさそうだけど、逆にねちっこいやつがいそう。とやるなら、数ヶ月働いてからにしろよ。やり直し。クレイム処理の管理職か。ニートやけどコールセンは楽？オペレーター、なんか上の人出せって言ってます。これ、なんか大変そうやけど頑張れよ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。無職ニート嬉し、コンビニバイトに採用された結果、ほんと嬉しいわ。おめでとう。ありがとう。辞めないは絶対俺の生きがいだし。採用されただけなのに生きがいってなんだ。軽い生きがいやな。まあ倉庫1ヶ月間経験あるからな。なんとかコンビニもなるやろ。勤務時間帯は？まだ出勤日決まってないけど書類とか明日書きに行く。夜勤。すごいね。頑張ってね。おめでとう。ニート歴何年？8年。バイトならいくらでもあるのに、なんでわざわざ一番大変なバイト選ぶの？まず覚えることが多い。レジ、品出し、接客、公共料金、郵送対応、肉まんやおでんなどホットデリ調理、その他雑務多数。次に強盗など犯罪に巻き込まれるリスク型業種に比べ圧倒的に多い。慣れたら一人か二人で回すことになるのでどう考えてもサボれない。社会の中でもかなり底辺の位置づけ。来る客全員から下に見られる。楽しいか？
これ漫画喫茶の店員でもやってた方が万倍楽やろ。満室も大変だろ。それに夜勤は楽だろ。楽かどうかより全うできる仕事かどうかの方が大事やろ。マジでこれ。まあコンビニ落ちることなんてめったにないんだけど、それでも大きな前進だよな。ちなみに俺もコンビニ夜勤やってたけど、あのペの日はめっちゃ大変だった。でも廃棄たんまりもらえて食費浮くぜ。頑張れや。コンビニの夜勤で落ちるなんて聞いたことねえぞ。クマみたいなおっさんがやってたりするし。ニート8年とは男前やな。なしたん？大学中退してそのまま8年ニート。親も喜ぶじゃろうて。めっちゃ喜んでた。なんかすぐ辞めそうだな。辞めたらすれたて頼むわ。人間観察と思えば変な客も楽しいぞ。一人の時と同伴の時でめっちゃ別人になる水姉さんとか。今は電子マネーもあるからレジも覚えること増えたし大変。廃棄もらえるといいね。もらえなかったら辞めるわ。 SDGs って騒げば店もくれるって言ってた。警備員の方が仕事楽だぞ。当たり現場なら 2,3 時間で1日分の日当もらえたりするし、残業もほぼないからな。タバコない店がいいぞ。ない店なんてないだろ。頑張れよ。ワンオペだったら地獄やし、そうじゃなくても暇で地獄や。ちゃんと次を探すんやで。暇なら別に良いじゃん。8年ニートって背景考えたら、きつくてもコンビニ勤務できるようになった方がよっぽど有意義。正社員はバイトしながらでも探せるし、楽なバイトは楽だからこそ、いくらでも替えがつくから、いつクビにされてもおかしくない不安感やばいやろ。コンビニなら人手不足だし、どこにでもあるから覚えてしまえば最低限生きていくには困らんやろ。最初だけやる気出してすぐ辞めるタイプな気がする。まあ、続くといいけどな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。大学卒業したら中古の家買ってほぼ無職になりたい。100万でボロ屋買って、引きこもってネットでちょっとだけ稼いで、ダラダラと生きていたい。どうよ、昔からニートに憧れてる。別にお前がそれで満足するならいいんでね。生活費は？ネットで稼ぐ。収入があるならニートとは言わない。本当にあるならだけどな。ネットで稼げるなら今から稼げよ。どこだい？何の関係が？ネットで稼ぐと言っても家賃ないなら月3万で十分だな。ネットと光熱費払って食費と税金払えるならいいよ。ヒント、固定資産税。いけるいける。何食って生きるの？食費1万くらいだけど、普通に野菜も肉も食べてるよ。携帯も持たないの？すげえな。ネットなんか3、4000円あればできるだろ。家賃除いても一人暮らしじゃ毎月10万程度は必要ですよ。ご同時になりましょう。今大学生で一人暮らししてるけど、そんないらんぞ。よほどつつましい生活を送ってるんですね。俺にはやろうとしても無理っすね。ほぼ物欲ないしな。我慢してるわけではない。実家じゃダメなん？真の自由がないからダメ。一回ニートすればわかるけど、何もしないのを続けるのは思ったよりしんどいぞ。ネットで稼ぐより週2程度人との会話をするために、税金引っかからない程度にバイトなりパート入れた方がいい。人と関わる手段が仕事である必要があるか？人と関わる仕事が手っ取り早く金得られるぞ。めんどい。仕事は拘束されるから嫌だ。手っ取り早く稼ぎたくないなら他のこと頑張らないといけないな。投資すんのか？3万くらいならどうにでもなるだろ。クラウドソーシングでもやるか。それは月3万って意味か？100万で田舎に引っ越して月3万で生活すんのか？最初っからそう言ってるぞ。1000人でもない限り無理だと思うけど。ここに書き込んでる時点で1000人じゃないから無理だな。諦めろ。生活費以外も払うものあるんだぞ。どうせ税金だろ。稼がなきゃそもそも非課税世帯だし関係ないだろ。食費1万はやばい。パンの耳もらってそう。やばくねえよ。普通に自炊してたら収まる額だわ。寺に入って宗教法人としてネットで稼げば寺儲かる。精神的な意味で来ると思うぞ。当時スカイプ繋ぎながら MMO 一生潜ってたけど、向こうには向こうの生活サイクルがちゃんとあって配偶者もいて、みたいな現実に、ネットで誰かと絡んでてもふととてつもない虚無感が襲ってきたりする。昔の友人との連絡もどんどんおろそかになって、交友が減るとどんどん誘われもしなくなる。働いて交友した方がいいだろ。余計なお世話、なんとかなると思うんだよな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は、働く詐欺を2年間続けたという、ニートのエッチの話を紹介するよ。ニートは42歳。働く詐欺を2年し続けた結果、親に働け働けって言われて、あまりにもうるさいから、働く詐欺をしてたんやが、とうとうバレて、もう出ていけって言われた。バレてないと思ったんだけどな。そりゃバレるだろ。何年くらい働く詐欺してたんだ。そもそも働く詐欺ってなんだよ。ハロワに行くふりをしたり、面接を受けるふりをしてた。スーツ着て出かけるだけで、マッマがニッコニコでさ、家に帰るといつもより美味しい飯を用意してくれたりしてたんや。これはダメなやつ。そりゃバレたら怒られるわ。ああ。まあ毎日だとバレるから、うまいことやってたんだよ。
普段は普通に私服を着てハロワに行くふりをして、外をうろうろ。で、月に何回かはスーツ着て面接に行くふり。それから、面接の結果が届いてお祈りされたって落ち込んだふりをしたら、マッマがかなり気遣ってくれてた。なんで親を騙そうとするんだろうな。働いてない他の奴らより立ちが悪い。ワイなんて、働く気がないから、親にもそう宣言してるぞ。それもおかしい。働きたくないって言うと、追い出されそうになるんだからしゃあないだろ。それに親も、あのまま夢見てた方が幸せやったと思う。それにどうせマジで就活しても40代なんだから仕事なんて見つからないだろ。バレたきっかけは？まあ確かに、面接に何度も落ちてるって言うと親が優しくなったり、はあるよな。お前もイッチと同じでまっまとパッパを騙してんのか？いや、ワイはガチで面接に落ちた。最近親も諦めてるっぽい。どうせ落ちるなら、イッチも面接だけ行けばよかったのに。働く気もないのに面接受けに行くなんてつまらんし疲れるだろ。バレたきっかけは、うろうろしてるのをまっまの知り合いに見つかった。家の近くだとさすがにバレるから隣町まで行ってたんだけどさ、スーツのワイが歩いてるのを見られた。どうせそんなことを続けてたらいつかバレただろうからしゃあないな。まっま、かわいそす。いつものようにそろそろ家に帰ろうかなと思って、意気揚々と家に帰ったら、まっまがすごい顔をして玄関に立ってた。で、本当に面接行ってきたの？って言われて、あとは察しや。せっかく2年間、うまくごまかせてたのにな。一度、騙されてたのが分かったら、もう一致のことを信じてくれなさそう。まっまとパッパを裏切ったのか。最悪やな。面接がどうのって言ってお小遣いをもらったりもしてそう。なんで分かったんや。あれこれ理由を作って面接の日は小遣いももらってた。その金でネカフェに行ったり多少エンジョイしてたのに、もう終わりや。パッパとマッマが話し合って、追い出そうってなってるっぽい。何歳？残党。42歳。普通に面接行っても、落ちると思う。そんなワイを家から追い出してええんか。ええだろ別に。お前が悪い。ええんか、本当に。無敵の人ってやつになるかもしれんぞ。今まで嘘ついて美味しい思いもしてきたんだろ。今更なんだよ。仮に嘘をついてなかったとしても、42歳でずっと無職じゃそやな。そろそろ追い出しだよな。ずっとバレないと思ってたのか。バレないと思ってたから、今まで嘘ついてたんやぞ。大体、今回だって余計なやつが、余計なことを言わなきゃバレてない。マジで最悪や。まっまとパッパ的にはイッチの嘘に気づけてラッキーなのか。息子が就活頑張ってるって信じてた方が幸せだったと思う。こういうのを余計なお世話って言うんや。今からでもガチでハロワ行けば許されるとかないんか。ハロワに行きたくない。前に一度だけ仕方なく行ったことがある。ろくな仕事がなかったし、なんか職員が上からでクソだったわ。クソなのはお前だよ。ワイが行った時に、少し年上の別の奴がいたんだけどさ。そいつには丁寧に対応してたのに、ワイには適当だったんだぞ。ニートだからってさまるするのは良くないやろ。ええんか？ハロワの職員がそんなんでええんか？ハロワの職員も人間だからな。働けそうにない奴の相手なんかしたくないやろ。一致がそういう態度で行くから向こうも態度が悪くなるんだよ。察し。それより追い出されるなら、今後のことを考えた方がいいだろ。親は追い出す気になってるけど、ワイは諦めないからな。なんなら無敵の人になればええやろ。適当に規制上げてアホなふりをしてこのまま家に帰省してやるわ。こんな子供が生まれてきたら、ワイ、泣きそう。しかも0歳1歳の時点では、こうなるってわからないからな。ガチャの結果が分かってからだと遅いんだよ。もう大学に入る頃には一人暮らしさせた方がいい。ワイは高卒やぞ。知らねえよ。いつ放り出すのが一番いいんだろうな。子なんて作らないのが一番。税金も高いし、子育てなんかしてられねえよ。一理ある。子育ては金持ちの道楽。今週中に出ていけとか言われた。出ていくつもりはないけどな。こういうのがいるから引き出し屋とかが存在するのか。嘘はあかんよな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。で私即日な仕事ないか。体力ないニートだから土方は無理。腹減りすぎて寝れない。こじきもしようと思ったが、おそらく誰もくれなそう。ない。誰か助けて、ペイペイワンチャンかけて QR 上げていいか？こじきは犯罪やで。頼むこじきさせてくれ。腹減りすぎて本当に寝れない。くばり。ヘズマリマルもこじきしてたけど捕まってないから。おそらく誰もくれなそう。自分でもわかっとるやん。誰かください本当に腹減りすぎた。ウーバー。頭おかしくなりそう。日雇いやれよ。カバン買う金があったらこじきしてねえよ。今日だけ恵んでくんねえか誰か。正体表すの早すぎる。腹減りすぎてんだもん。作ろうはずないやん。丸ぬな、これ。万引きしかないんかな。なんでそんなに金ないんだ？どこ住み？近かったらおごってやらんこともないぞ。交通費もないしこの腹減りすぎた体力であんな休憩時間もない仕事行けるわけないやん。
拘束時間鬼長いし。まず不幸な身の上話せんと誰も興味持たんて。借金みたいのしてて毎月返してる。ナマポ。破産宣告すらいいだろ。借金みたいなって言ってるんですがそれは。野草食え。結構食えるのあるぞ。あとは山や。いろんな秋の味覚あるで。年齢は？ペイペイ ID あるならさらせ。1000円送ってやる。まあナマポの段階で誰も同情せんわ。のたれまるね。ナマポなのに金が足りないとかよくわからん。毎月返してるのに破産できないものって何？大方パチ屋に毎日返済しとるんやろ。ギャンブルやったことねえよ。さっきからアボーン多すぎて読めないレスが多い。どこに住んでるの？西東京。西東京か。ちょっと遠いな。いろいろ頑張れ。だってぼーっとするだけで日払いで金もらえる警備員一択だな。錦糸町や。周辺来れるならいいぞ。本当か？すまんやっぱやめるわ。ナマポに恵んでやる金はない。どういう状況なのかもっと詳しくかかんかい。錦糸町は遠すぎるし電車賃すらない。またご縁があれば、数日食ってない。残金5円。家族とは縁切ってる。友達もいない。今の状況はこんな感じ。自販機の下あさった方が稼げるで。それが金もらおうって人間の態度か？ナマポが好かれる要因もないだろ。税金払ってる人からすると、嫌うのは普通では。っていうかナマポが返済する境遇とか語ればワンチャンあるかもなのに。ナマポならタダで自己破産できるで。なんだ、ただのこじきか。マジレスするともっと人いる時間に立てろ。気まぐれで恵んでくれる奴がいるかもしれん。マジでこんなところでこじきするくらいなら自販機の下あさった方が効率がいい。そもそもな、ナマポが生活圧迫するような返済は認められてないんだよ。本当お願いペイペイに送ってください誰か。200円なら送ってやるよ。というか飯食いたいだけならフードバンクでええやん。まともな飯食えるで。逆になんで嫌われないと思う？人にはいろいろな事情があるの。何も返さなきゃいけないのは借金だけじゃないわけ。スマホ代は払えるんだな。どっかで炊き出しやっとるやろ。日曜日にやってるところあるんかね。マジで腹減ってるならフードバンクか警察行って事情話せ。そんで明日自己破産しっかりやれ。スマホ払わないと傷つくからね。てか格安シムやし。お前の事情なんて知らんよ。借金みたいなのって金返してるなら借金やろ。ナマポで借金返済は NG やし自己破産せいや。実は受給前からの借金があって返済できずに困ってるので自己破産したいです。と担当のケースワーカーに相談してから法テラスに号や。ちゃんと説明したら同情して金くれる人いるかもよ。母ちゃんの肩でも叩けよ。だから借金みたいなものだから借金じゃないっての。自己破産とか言ってるの。そこそれ以上話す必要ないの。じゃあそれが何なのか説明せやボケ。だったら自分で解決しろよ。それなら投げ銭する必要もないな。おやすみ。しゃあないマジレスするわ。交番行ってこい。金借りれるから。ただしよくて1000円までしか借りれないから注意な。ちなみに警察には頼った。何もしてくれなかった。フードバンクって何？炊き出しとか近場でやってない。残金5円。交通費もない。適当にコンビニ強盗でもしてくれば。ほならその借金みたいなのが何の支払いなのかはっきりと説明せや。バカじゃねえの。なんで犯罪犯さなきゃいけねえんだよ。養育費だよ。養育費を払う必要がある。なんで金は欲しがるのに。みんなが知りたいことはスルーするんだろうか。しかも生まれた姿すら見せてくれないのに金だけはきっちり毎月払えよって電話してくる。仕事もできないのに愛想もないとは。でもまあホームレスとかもお金あげてもつけ上がるだけっていうし、そういう人種なんやろな。お前はアホなのか。ナマポで養育費払えるわけないだろ。別れた子供が大事なのはわかるが、ナマポになった時点で支払い義務ないで。別れた嫁か旦那か知らんが、相手にきちんと話し通して諦めてもらうんやな。法律的助言が必要なら法テラスや地域の無料法律相談に行くんやで。市役所とかで無料法律相談会を月1ぐらいでやっとるからそこ行け。支払い能力がない養育費は一旦免除されるだろ。バカか。もうもらえないってことでいいんすか。もらえないならこれ以上スレに張り付く意味がない。いいよおやすみ。またフードバンクの記憶消えてて面白いな。本当に金送るバカがいるんか。Y の経験からすると派遣で箱詰めとか梱包系やトッキングとか搬入系より体力使わんで、その場で給料もらえること多いし。頑張れ。お前法テラスめっちゃ押すけど結局あそこは金かかるぞ。あと無料法律相談は当たり外れがめちゃくちゃある。クソみたいな担当に当たると泣き寝入りしろ、もしくは金銭的被害がないとどうにもならないとか見当違いのこと言われて終わる。腹はなきゃ親に取り立てに行くって言ってんだよ。てか養育費の話について、向こうと何遍話し合っても相手親は養育費はお前が丸脳が取り立てるからとか頭言ってるんだよ。どうしようもなくなったら警察行け。飯くらい食わしてくれる。警察はもう言った。食わせてくれねえよ草。日雇い派遣やれよ。塀の中入ったらええ。
衣食住揃ってるぞクズ。なんか家にあるもん売って初期費用作るしかないやろ。何 J に書き込んでる PC とか。子供の顔も見たことないんやろ。本当に自分の子供なの？お前が騙されてるんじゃないの？犯罪に結びたがるやつって親からどういう教育受けたの？お前に言われたくねえよ。なんで生活保護で借金しとんねん。本当にお前の子なのか？俺の子供。半駆け落ちで元嫁とは同棲してたから。他人の子供の養育費払っててくさ。生子なら養育費については全額免除通るんやないか。ネット小じきをしようなんて考えるやつって親からどんな教育受けたんだろうな。てめえも万引きがどうこう言ってただろうがボケ。もともと相手親が俺のこと大嫌いで、無理やり別れさせられたからな。嫌いもクソも子供がいるのに生子受給するようなやつだぞ。別れさせた側の方がまともな気がする。残党。ゴミはゴミ箱に。ゴミでもあされや。プライド捨てれん時点でゴミやな。全額免除って、そんなの通るわけないだろ。近所の公園行ったら草生えてるやろ。それ食ったらええやん。あと虫とか。頼むからポイントください割とガチで。せめて電車動いてる時間に立てればええのに。こんな時間に立てても助けられんで。人の言いたくないこと聞くだけ聞いてポイントは送ってくれないんすね。このゴミを読んで割り取って。なんでそんなに上からなの、丸布。割りがどうした？バカなのか？日雇い派遣もできない足は自販機の下あされよ。そこまでしていきたいか？他人任せで何もしようとしないが丸字にあるものなんてのはないよ。頼むって寝れないの辛すぎる。ポイントください。そもそもなんで生活保護やねん。病気でもした？こんなクズにも金送るが丸字なんておらんやろ。ワイも金に困ったらま丸子のふりして小じきしよ。この時間なら飲食店街のゴミ袋あさったら食えるもの入ってるだろ。ガチでいつか食ってないなら残飯あされよ。だから俺の情報だけ引き出して暇つぶしにすんのやめてくれや。病気って言ったらポイントくれんすか？ワイも体力ないのが困る。他に100円さっき送ったし、それで何か食おうや。おにぎり1個しか買えないからもうちょい欲しい？200円で一番腹を膨らませるのってやっぱパスタなんやろか。でなんでなん？場合によっては考えなくもないよ。このスレ乾燥したら100円ぐらいくれてやるぞ。人間観察バラエティ。で1機はなんぼ欲しいねん。失うもの何もないなら今に至る経緯書いてけよ。誰か同情してくれるだろ。代行運転のバイトは楽で日払いで酔っ払い客を立てたらチップくれたりしてよかったわ。働いてるやつもサウナで寝泊まりして昼から飲んでパチフー丸みたいなおっさんばっかりで気楽だし。そもそもこっちに割りターン1ミリもないんやから自分語りぐらいせいや。生子の理由は病気だよ。養育費の支払いで困ってる。無理やり別れさせられた。親にも見捨てられた。駆け落ち先で仕事してたから、実家周辺に越したが転職はうまくいかないやらの積み重ねで、何か頭がパニックになってからはそんな感じ。多ければ多い方がいいよそや。でもいくらでもいいから、送ってくれ。それで出たアドバイスガン無視して初手小じき行為とかほんまが丸字。これに金投げるやつはもっとが丸字。何 J ある余裕があるならまだ大丈夫やな。ほら早く書き込まんと落ちるぞイッチ。他人の金の使い方にが丸字とかものすごくブーメランっすね。だからお前が偉そうにすんな。送金する気もねえじゃん。何がブーメランなの？余裕があるとかじゃなくて頼れる人がいないのよ。借金ってのは公的なもんじゃないんやろ？ならばっくれればええやん。何しようが取り立てるって言われた言っとるがそんなん根本的に正当性のかけらもないんやから払わなきゃ終わりやで。親に見捨てられたって書いてるのに親に取り立てが言ったら困るの？なんか矛盾してない？金が欲しいだけ？お、まだ笑う元気があるんやな。こっちはダブルチーズバーガーをむしゃむしゃしながらイッチのこと見守ってるで。金くれないなら落ちる。とりあえずこういう態度は心象悪すぎるから控えた方がええで。一気が今の自分の立場しっかり理解できてたら誰かの暇つぶしにされる程度のことは織り込み済みの話になってくるはずやからな。その程度の労力も出し惜しむような、まだまだ心に余裕ある奴には正直誰も金投げてやろうとは思えんだろしな。正直、一気より苦労してる奴は探せばいくらでもいるやろ。なんでそんなに偉そうなんだ。もう送金する気ある奴はいないのか。これだけ語らせといて、結局はお前らの暇つぶしか。何も渡す気がないなら、個人情報を聞いてくるなよ。別にこの程度の情報で一致を特定できるわけでもないし、何をカリカリしてんの。200円でさっさとおにぎりを買ってこい。いつか食べてないからそれくらいじゃ腹が減ったままだと思う。もう少し食べたい。知らねえよ。なんか終始上からだよな。マジでイライラする。こんな性格だから、女に逃げられて、仕事もないんだろ。スペックがどこまで本当かわからん。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。30歳職歴なし無職ニート、実家暮らし友達もいないってもう終わり？まだ何も始まってないのに終わんなよ。本当？心臓動いてるだけで勝ち組。それ心臓関係あるの？
書いてないということは引きこもりではないんやろ。外出れるなら何でも始めれるぞ。ごめん、書いてないけど引きこもりだわ。さすがに週1は外出るけど。おう、じゃあ週2で出るところから始めようぜ。すまん、うつ病と不眠症も追加で。友達はこれからなんとかなるでしょ。なるの？趣味のつながりとかで見つけたらいいよ。それは辛い、サウナ行くんや。あと仕事は非正規でもいいならなんとでもなる。警備とかは仕事が楽な上に非正規でも結構日給高くて中小企業の正社員くらいの月収はある。正社員になりたいならタクシーもあるし。5年後とかにコンビニバイトしてて一応有名企業で働いてますとか言って女あさりしそう。すまん、過敏性腸症候群ガス型も追加で。いろいろと後から追加するな。友達ができるかどうかは君と相手の性格や関係性によるし、こじれにくいメリットもある。俺は高校や大学時代の友達より成人してからの方が長続きしてるな。人間は生まれたらその時点で終わりの始まりです。特別な努力や苦労はしなくてもどうまるに対価で生き様は決まる気がします。俺も過敏性腸症候群になったことあるけど、針治療に行ったら治ったよ。いっぱい抱えてて草、手に入りやすいものから一つずつ始めていこうぜ。うつはともかく不眠と IBS は自律神経が大きく関係してるから、運動と針治療でなんとかなりそう。道の駅20年ぐらい車止めて車中泊おじとかもおるんや。なんとかしたい気概があるだけ増しちゃうか。ワイは生きることが苦しいんや。ちなみに治ったやつはどこら辺を刺したの？お腹とか足とか首かな。足に胃腸のツボが多くて首に自律神経のツボが多いらしい。うつ病のせいかもしれないけど、ワイは苦しい。とりあえず針くらいは行ってみろよ。不眠と過敏性腸症候群だけでも治れば少しはうつも改善するかもしれん。今日も眠れない。薬飲んでも眠れないんだよ。もうちょっと肩の力を抜いていきようぜ。自律神経おかしいやつって考えすぎだったりするよな。そうなんか。湿気するのはどうや？特に何も信じてないんだけど、湿気なんてできないだろ。30歳なのに、なんかやりとりしてると20代に感じる。確かにちょっと幼いな。人間関係がほとんどないから、ちょっと人より幼く感じるかもしれない。心療内科とかに行くと、一気みたいなやつがわんさかいる。生きるのは苦しみ。わかる。持ってる症状の中でどれが辛い？過敏性腸症候群かな。寝れなくなったのも、過敏性腸症候群になってから、いろいろと気になって寝つけなくなった。じゃあ、やっぱり針だな。針治療に行ってこい。今見たら結構値段が高い。これ、1回で良くなるのか。ワイは1ヶ月は通った。1ヶ月は辛いな。そこまで貯金もないし。でも治ったら一生もんだぞ。怪しい水とかに引っかかりそう。なんでこの世の中ってここまで生きにくいんだろうな。まあ、なんとかなるって。少しずつ頑張れ。いろいろサンクス。やっぱりまずは針か。口コミとか見て、良さそうな場所を見つけてみろ。明らかに良い口コミが多いところはステマ。わかる。じゃあどうしたらいい？実際に行ったことがあるやつの話を聞けるのがベストやな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は、年明けで働くか迷っているという、ニートの一致の話を紹介するよ。ニートは30歳。年明けたし働くかどうか迷い中。最近、30歳になったし、年も明けたし働くか迷ってる。30だからなぁ。微妙な年齢だよなぁ。去年も同じこと言ってそう。29だからなぁ。って言ってたんだろうな。29の時は言ってない。30って節目の年だからな。それに年も明けたし、そろそろワイも働く時が来たかと思って、重い腰を上げようとしてるけどなかなか面倒だな。そのまま夏になってるだけ。働いても三日坊主だな。そもそもお前が働ける仕事なんてないじゃん。それ。迷惑だから、もう出てこないでくれないか？今すぐ働ける仕事があるなら働いてもいい。面接とか、ハロワとかいろいろと面倒なんだよな。作業所でも行ってろよ。コンビニバイト、清掃、品出し、警備、介護、何でもあるだろ。免許があるならトラックもいいな。オプション取れば。作業所は安すぎるし、ワイはガマルジじゃないから無理だろ。引きこもってたしコミュ障ではあるけどガマルジではない。自分でガマルジじゃないって言っても説得力がないんだよな。じゃあお前、30まで何してたんだよ。そんなんわかるだろ、引きこもりだよ。ずっと引きこもってきた。その引きこもってた理由を聞いてんだよ。どうせろくな理由じゃないんだろ。ただ就職が嫌だっただけやな。まあなんとかなるやろと思って就職せずにダラダラしてた。その結果がこれだ。周りが働き始めた時に自分が働かないってどんな気分だ？ワイはかなり焦ったんだが。わかる。3年の就活は失敗したけど4年になんとか中小に就職した。就活に失敗したって親に言ったら1年くらいなら職を探しながら家にいても良いって言われた。で、1年ちょい家にいる間になんか嫌になってそのままや。親に出て行けとか、働けとかあれこれ言われたけど働くよりはマシだと思って無視してきた。
そのまま無視し続けて A 丸郎みたいになったやつもいるわけで。無敵な人にはなるなよ。親が丸んだらどうすんだか。考えが甘いよな。とはいえ、大卒で就職しなかったらこうなるのが見えてるのに働かせなかった一致の親も悪い。日本の大学は入るのは大変だけど、出るのは楽だからな。4年間で堕落するやつも多い。目的ないのに高卒で就職したくなくて大学に行くやつも多いよな。逆にそういうやつしかいなくね。はぁ、今年はどうするかな。年明けに働くのをやめると、結局年末まで働かないことになる。Y にとってはこの1月が大事な月なんや。どうでもいいから、さっさと働けよ。働く覚悟と帰るか？ちょっとコンビニやスーパーまで行って、面接受けるだけじゃん。それができないからニートしてるんだろ、察し。バイト経験は？ない。実家暮らしだったからな。別に大学時代の生活費とかも必要なかった。あ、日雇いは一回行ったことがある。バイトに入るか知らんが、引っ越しの手伝いをした。それだけかよ。いつまでも親のすねかじりができると思ってそう。クソニートはこれだから困る。なんで追い出さないんだろうな。追い出したら追い出したで世間に迷惑をかけそう。Y には何の迷惑もかかってないから引きこもるなり、外で暴れるなり好きにしたらいい。ぶっちゃけ30じゃ終わってない？職歴なしじゃ、底辺職しか見つからないだろ。大卒やが？どうせ不乱だろ。大卒でどうのって20代前半までやろ。30代で学歴。それな、東大とかなら別かもしれんが。東大でも30代職歴なしは無理そう。っていうか普通に羨ましいよな。親が太いってことだし。30まで引きこもりって親は金持ちかよ。そうでもないぞ。貯金がいくらあるとかわいは知らん。そもそも金の話をあまりしないしな。そのうち金がなくなって親に追い出されるに一票。お金があるなら引き出しや親取った方がいい。追い出されたらホームレスになりそう。それも一致には無理やろ。いいから働け。田舎？愛知の端っこ。愛知とはいえ、畑とかがある。トヨタの機関工に行ってこい。機関工って30から働いても正社員目指せるのか？最近だと、熊本がいいぞ。半導体の工場で働いてこい。リゾートのバイトとか高そう。トヨタは嫌なんだよな。昔から近くにあるからあんまり好きじゃない。それに田原工場とかクソ田舎だろ。でもお前の家も田舎じゃん。あーだこーだ文句言う奴がいつか働けるとは思えない。近くに働ける場所があるだけいいよな。近くないんだが。どうでもいい。もうすぐ1月が終わるぞ。どうせ一致は働く気がないしな。そのうち白骨化してそう。親も捨てて出るしかないかしら。そういえば親も機関工がどうとか言ってた時期があったな。25歳くらいの時だったと思う。知り合いのニートが機関工になって、正社員になったとか言ってた。まあワイはそれにも動じなかったけどな。動じなかった。ワイには関係のない、見知らぬニートの話なんか聞いてもな。これは重症、まっまとパッパがかわいそう。こんな子を産んだばっかりに。赤ちゃんポストみたいにニートポストも作ろうぜ。田舎の過疎地域に放り出して有効活用できないのかな。ニートが役に立つとでも？10年後も同じこと言ってそう。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。15年ニートやってる兄貴の話をする。大卒で生きようようと上京、半年も経ずに帰ってきてそれから15年や。大学時代すでに高卒で働いてた Y の仕事を見下してくる嫌なやつやった。地元で就職し直せばよかったのに。ホームシックになりましてとか適当なこと言うたらいけたやろ。すぐに仕事見つける言うから親も仕送りしてたんやが、いつまで経っても働かないし、それどころかずうずうしくて足りないからまた送金しろって言うてきた。親が呆れてすぐに地元帰ってこいと言うたが断固拒否。田舎には帰りたくないとダダをこねた。そのうち電話にも出なくなり音信不通になった。金が尽きたのか急に電話してきて仕送りを催促したが、親父は地元に帰ってくる引っ越し費用なら出してやると叱った。そしたらあのバカ、おばあちゃんに電話で田舎帰るなら丸みたいとか泣きついた。おばあちゃんは騙されて多額の仕送りを奴に送った。その事実を知った親父がブチギレ、そして奴に会うために東京に向かった。これ実は兄が一致なんやろ。お前の話か。違う、そういう煽りいらないから。えらい詳しいんやね。親父から全部聞いたからな。もういいから働けかす。しつこいわ。バッドエンディングはやめてね。ごめん話し続けるわ。親父からこの生活を続けるなら今後一切金の援助はしない。家賃払えなくてホームレスになるか地元帰ってやり直すか選べ。と言われてやっと地元に帰ることになった。音声で話しても何も変わらないという事実。父親甘すぎるわ。で、何がムカつくかって地元帰った後もちょくちょくおばあちゃんの家に行って小遣いを催促してたんや。マジでクズすぎて丸してやろうかと思った。だからそれは父親が招いたことだろ。無計画すぎるんだよ。お前自分がニートで、自分がこうなったのを親のせいにしてるタイプやな。マジでクズだなお前、大嫌いや面汚し野郎が。いいから最後まで書け。煽るアホは虫や。
一派よ続き。それからは働きもしない。メンタル病んでるなら病院行けという疑いかない。飯だけは一丁前に3食がっつり食べる。ずっと自室に引きこもり。このまま15年。 Y のオッチに少し似てるな。昔から実地がオッチにだけ甘くて、エフラン大学卒業させた後仕事先がないからって地元に戻って半分ニートさせてるわ。一応自分でアルバイトしてるからまだマシやが、もうすぐ60やのにどうするんやろ。15年引きこもりして飯はがっつり食ってたらかなりポチャった。昔は筋トレとかしてスリムやったのに、今は化け物みたいに超えてる。親父ってより母ちゃんやばあちゃんが甘いんだよね。親戚の集まりで寿司とか食っててもあいつのために持ち帰ったりするしさ。Y も甘やかすなやって怒ったんやが、それが何年も続くともう呆れて諦めたわ。一致も父親が丸んだら見限ったら、こういうのを見たら底辺職でも結婚してまともに家庭築いて日常の悩みに振り回される Y がまだマシに思える。せやで、あんたは幸せや。煽り過数罪な。一致話し続けてくれ。すまんな、働け言われて抗議のために眉毛剃り落としたことあるわ。さ、引きこもりの姉の面倒を妹が嫁にも行かずに見てるって漫画読んだことある。一致もそうならんようにね。 Y のボンクラ妹放置しとるわ。絶対嫌だ、何か対策は打っとくか。一致は父親が丸んだら母親と兄貴を見捨てるべきや。次は一致が金むしり取られる番やで。あっ、今いくつなん？38歳やな。てか Y も8年ぐらい地元帰ってないから今どうなってるか知らんのよね。 Y のボンクラ妹、18で出来婚、うつ病と言って実家に戻ってくる。いい加減腹立った旦那から離婚。ガキまで連れてきて、両親に面倒見させて自分は遊び三昧。Y の四つ目にまで金せびってきたから廃棄膨らわせたが、まだまだまともにならんわ。うつの何がやばいって、それを盾にやりたい放題する奴がおるところな。うつ一歩手前で診断書出してもらった Y には意味わからんか、頭パッパラッパーちゃうか。もともとが丸字寸前やったわ。男にまた開くの覚えてから悪化した気がするわほんま。お互い大変やね、頑張ろう。そっちもほんま大変やな。 Y の方はガキついてくるから最悪や。きっとも可愛くない。38じゃ正社員は介護とかじゃないと無理やな。まあ兄ができるとは思えんか。期間工とかちょっとでもええから働かせないとあかんよな。それができたら苦労せえへんわって話やが、兄が家族に丸される前に一致は縁を切っとくべきやな。多分兄は完璧主義なんやろな。失敗した自分が受け入れられへんねや。お前の人生そのままやと赤点どころか0点やぞって教えてやらんとあかん。どっかで妥協せんと。今さら手遅れやろ。荒用事で叩き出すか、それができなきゃ放置するしかない。親の介護が始まったら気づくやろ。確かにプライドは高かったね。こんなことになってるのは毒親のせいとか、毒家族のせいって言ってると思うで。ニートではないけど、短期のバイトをフラフラ繰り返してる Y のアッニに似てるな。ちなあっには食べ物の好き嫌いがないってネタで Y に異常なほどマウント取って絡んでくる。多分それしか Y に勝ってる部分がないからイラつくなんて感情通り越して本当に悲しくなってるからやめてほしい。いや、もうその年なら改心も無理だろ。バッパが亡くなったら一族で一斉に縁切るしかない。家族が15年ニートとか地獄だよな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。4年前ニート最高、親が丸んだら生ポで生きていくで。結果、現在は一生ニートで本当にええんか、人生何も楽しくない。何十年もニートしてる奴らすごいわ。コミュ障で面倒くさがりで働く気なんてなかったのに最近苦しい。ちゃんと働いててその上で趣味も楽しんでる人たちを見ると辛くなる。Y は働いてなくてしかも何も楽しんでないクソみたいな人生。働けるの？今さら？無理やな。ニートでよくよく考えたら楽しいと思ったことはなかったかもな。辛い生活と現実から逃れられた安心感だけ。ニート初期は脳みそ空っぽで引きこもってた。人間ってのは普通そうや。何年もニートできるやつはニートの才能がある。マジで Y には才能がないわ。バイトでもしな。それだけで社会の一部に慣れてる気でいられる。おすすめのバイト教えてや。スーパーとかかな。コンビニはやめといた方がいい。あとレストランとかの飲食店も。なんでスーパーがええの？友達がスーパーで働いてるやつ数人いたけどみんな楽や言うてた。男や土地から仕事させられるやろうけどそれ以外は楽や思う。そうなんか、ええな。昨年までは Y にはニートの才能があるって本気で思ってたぞ。社会不適合者なんだからプライドなんて元から粉々や。なんかたまに働いてなくて、しかも楽しんでるやつおるやん。アクティブなニートはそうやろな。結局金があるかないかだけやと思う。これやな、金欠やし。Y は正社員で働いてるけど毎日辛くて辛くてしょうがないぞ。今だって5時に起きなきゃなのに寝てないし。正社員で働けて羨ましいわ。ニートになった頃はちょっと鬱気味だった。
体調にも影響してたしな。今はただの怠け者。ナマコにアクセスできるニートは十分人生楽しんどる。マジでこれやな。ニートの才能ないね。ないのがわかったわ。時間が無限にあってもそもそもの根気がないからゲームさえ上達せんしな。わかるわ。漠然とした人生への不安はあるのに腰が重すぎてな。家事手伝っただけで生きることを許されたように感じる。人間になりてぇ。ワイは12年してるわ。引きこもりのおまけ付き。要12年も続いたな。永世名人クラスの才能ありよ。実家でおすねかじり無視してるし。ワイはニートになった時に友達全員散ったわ。合わせる顔がなかった。心配して家まで来たやつもいたけど、あの頃の俺半分発狂してて面会謝絶した。もう来ないでくれってメールして LINE 退会してそれっきり。今も孤独に生きてる。ニートからナマポになりたければ早めに世帯分離をして親が生存している間にナマポになれ。親が丸んでからだと難易度跳ね上がるぞ。なんで親が丸んでからだとあかんのや。実家から追い出されたホームレス状態という方が申請が通りやすいんや。親が丸んだが一時的に相続金やらで所得が発生するから弾かれることが多いんや。人は孤独では生きられないってどっかの学者が言ってたな。ニートで金はないし社会的地位も低くてコミュ障だからネットですら満足に友達作れん。というか人付き合いしんどい。もっと人と話した方がいいとは思ってる。マジで友達おらんから終わってるわ。最後に友達と顔合わせて会話したのが4年前。今すぐネトゲを始めるといいぞ。社会と関われるしな。実際趣味あるならニート最強やろ。ニート期は果樹の品種改良趣味でやったり、ほんま楽しかったわ。おっやからの圧力で働いたけど仕事ばっかで全然人生楽しくないわ。ジムとかやればその辺の適当なバイトなんてエクセルできるだけで働けるよ。4年でそれはニートに向いてないわ。何歳か知らんがはよ働きなはれ。太陽光浴びるかどうかでだいぶ変わるで。わあ、2年でそうなったわ。同じ辛いなら金もらえる方がマシやなと思って働いてるわ。ニートも楽じゃねえよな。人生頑張ってもしんどい、頑張らなくてもしんどい。フリーターにもっと人権があればな。働いたり、半年休んだりするのが理想的。わかる。ネトゲで世界一位とか目指すようなニートなら楽しんでるで。ニートしてて何かを目指せるってすげえわ。全く前向きな気持ちになれんし、毎日丸2体丸2体思ってて。未来に見通し持てないからソシャゲすら楽しめなかったわ。いつか連続ログインでガチャ10連できるとか言っても、5日後まで生きてたくないんだから。ニートというか生きること自体向いてないやろ。ニートなんて好きなこと好きなだけできて最高やん。筋トレだってゲームだってガーデニングだって何でもやり放題や。ワイは明日の仕事が嫌で嫌で仕方なくてこの時間まで寝られてない。煽りじゃなくそんなストレスがないのは羨ましい。20年くらいニートしとるけどさ。働いてたところで良い人生になってるとは思えんな。20年ニートは親が太いんだろ。よく親が許してくれるな。まあ長期ニートって何かしら病気だからね。特に趣味もなく、リア友は愚かネット もいないまま不登校歴5年更新中のは言ってもしかして才能の塊。今ってサブスクなんかでコスパいい無限に娯楽湧いてくるやろ。正社員とかほんまクソよな。バイトで週3ぐらいがちょうどええと思うわ。国はベーシックインカムして軽いバイトでも快適に暮らせる社会作ってや。毎日働くとか無理ゲーすぎる。ニートじゃないけど月の半分くらいしか働いてない。わいつでもニートになれるように積みゲークソほどあるで。金があるんならなりたいわ。幸せもんやで働かずにいて暮らしていけてるなんてさ。年いくらあればニートできるんやろな。税金考えないで100万くらい。今は時期が悪いから働くのは見送りや。ニートやけどずっとオートマット作って遊んでるから楽しいんごねえ。6年目やが貯金16円しかないし丸2時やわ。マイナポイントもらえるからもうちょっと生きるけど年末にはもうおさらばやね。正直今23歳とかなら余裕だけどアラサーニートならマジタイムリミット迫ってるで。ワイはもうアラフォー近いし終わりやね。君はその生き方で納得しとるんやろ。ならええやん。一気は嫌みたいだが。一気と同じで嫌になるけど、かといって働くのも嫌で毎日憂鬱な気分で暮らしてる。あるあるやな。でも金銭問題にぶち当たるのは時間の問題だからね。前よりはやる気出てきてるで。むしろ今こそニートは時期が悪い。孤独で丸ぬぞ。同じような境遇やったにから言うと今が踏ん張り時や。働き始めはほんまに辛いけど、そのうち新しい人間関係できるし金にも余裕が出る。友達も連絡してみると案外すんなり受け入れてくれると思うで。アルバイトしてお金貯めとけ。無一文で親が丸んだ時に貯金なかったら人生ガチで詰むで。パソコンスマホがなければアルバイトの応募もままならんし。YouTube とかのアフィリエイトで一発逆転も不可能や。家がなければ仕事もできない。考えただけでゾッとするやろ。バイトしてお金貯めとけ。そう思ったら働き時やで。マジで働き時や。でもな、Y に働けるかな。応援しとる、頑張れ。ありがとうな。
思い立った時今が出発点だね。働いたら働いたでマックジョブみたいな単純作業だとすぐ飽きて地獄になるから気ぃつけや。時間が経つほど同年代の周りと比べて浪費した時間や取り返しのつかなくなっていく焦燥感がどんどん強くなるんや。でも何もしなくても生きていけるぬるい泥沼から外に出ることができなくて見て見ぬふりしてごまかす。心の限界が来た時に開き直ると終わり。それまでに外的要因で無理やり引っ張り上げられるか、限界が来た時に外に這いつくばって出るかしかない。マジ引きこもりニートって親が亡くなって生活保護って無理じゃない？持ち家安くなからず預貯金あったら却下だし、兄弟がいたらあれこれやってくれるかもだけど金もらったら縁切られそうだし、結局金が尽きたら誰にも頼れずの垂れ丸にだと思う。でも前にが丸字で親が生きてるうちからナマコ生活みたいなのを見たことがある。家族が早いとこに限ってくれた方がいいのかも。持ち家ならぶっちゃけバイトでも生きていけるだろ。でも働いてもナマコよりもらえないんやろ。じゃあ働かん方がいいやん。そんな簡単に生活保護もらえるなら今すぐもらえばいいのに。家を出て親とは縁を切られてると言えばいいだけ。それができないのであれば将来もできないと思うよ。生活保護受けてまで行きたいって思うやつすごいよな。俺なら1秒でも早く丸なねえかなって思う毎日。金が尽きたら生活保護取ればいいやん。生活保護未満の給料しかもらってないのになぜか生活保護を叩くやつも不思議だわ。アマゾンの倉庫ならどんなクズでも働けるだろう。自分にまだ可能性あるとか思ってるから苦しいんだぞ。割り切って生きていければ楽になるぞ。ニートも最初はヤバいなって思うけど、長く続けると慣れるし鬱っぽくなって外に出れなくなるんだよな。ワイのことかな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は小学生に説教されてガチ泣きしたニートのエッチの話を紹介するよ。ニートY32歳、小学生に説教されてガチ泣き。今日、小学生にニートは甘えとかいろいろ説教されてガチ泣きした。なんで小学生に怒られなきゃいけないんだよ。実に理不尽だ。泣くお前が悪い。精神年齢低すぎないか。いや、言われたとしても泣くなよ。Y に説教してきた小学生は近所に住んでるやつなんだけどさ、今までは道で普通にゲームの会話をしたり一緒に楽しくしてたんや。マイクラにハマってる子供で、同じチャンネルを見てたりして、話が合う感じやった。仲良くしてたのか、気持ち悪い。説教されたことに傷ついたのか、友達をなくしたことで傷ついたのか。いつものように道で見かけて、この前のあの配信見たか？みたいな感じで声をかけたんだよ。そしたら急にニートは甘えとか、お前終わってんなって言われた。悲しい。多分、その子の親がニートのエッチと関わってほしくなくてニートはダメだって言ったんじゃないか。マイクラの配信見てるならニート系チャンネルを見てる可能性もあるな。まさか芸人か？マイクラの他には都市伝説系のチャンネルを見てるって言ってた。何J とか見てないと思うけどな。5チャンネルの話なんてしたこともないし。いくらマイクラの話で盛り上がっても年齢差がありすぎて気持ち悪い。何歳？32歳。32歳ニート、そりゃ親が警戒するわ。親の話は出たのか？出てない。普通にいつものように話しかけて急に説教されて、見下された。言い返そうとしたら、これだからニートはとか、社会のクズとか言われたんや。さすがに辛くて泣いて帰ってきた。一致はその小学生以外に友人はいないのか？ネット以外にはいない。一年くらい仲良くしてて急にこうなったんだぞ。なんか嫌われるようなこと、したか？一つだけ思い当たることがある。まあ違うとは思うが。怒らないから言ってみて。ちょっとその子供に良いところを見せたいと思ってさ、マイクラの YouTube 配信をしてるって言ったんや。そしたら見たいって目をキラキラ輝かせて言うからさ、ついつい、某チャンネルお Y のチャンネルだって嘘ついた。これはひどい。小学生これだからニートは。子供に嘘はいかんやろ。マジで精神年齢が低くてくさ。反省しろ。Y も、しまったとは思ったけど小学生が信じてるから違うって言い直せなくてさ、そのままにしてたんや。怒ったとしても説教するのはひどいやろ。家にワクワクして帰って検索して配信見てみたらエッチの声じゃなかったってこと？有罪。ていうかエッチも暇なら配信始めればいいじゃん。そんな機材を揃える金もないし、マイクラは好きだけど実況したり、動画配信したら楽しめなくなる気がする。もうその子供のことは諦めろ。どうせあと数年経ったら同じことになってたと思うし。警察に通報されたりする前に別れが来ただけだよな。ていうか親目線で、子供に勝手に話しかけて仲良くなる大人とか怖いんだけど。それな、しかも親と同じくらいの年齢だろ。別に帰り道にちょっと話すだけだぞ。相手も楽しそうだったし、ワイもちょっとしたおしゃべりを楽しんでた。まあそれも終わったけどな。友情はもう終わりや。マイクラおじさんって言われてそう。そういえば確かにうちの甥っ子もマイクラブームが来てたな。あれって何が楽しいの？甥っ子はエッチの小学生と同じで YouTube 見て楽しんでるらしい。嘘つきは泥棒の始まりやで。今来た。
親に説教されるならまだわかるけど近所の子供に説教される必要はないよな。何も迷惑かけてないし、むしろ仲良くしてたのに。子供は少しずつ成長するんだぞ。あ、こいつやばいやつだって気づいたんだろ。また一歩大人になったなって、祝ってやってくれ。数十年後の小学生、おい、お前まだ無職かよ、キモ。説教してくれるってことは一気のことを思ってくれてるんじゃないのか。そういう感じじゃなかった。とにかく上から目線で責められてる感じがした。嘘つきは小学生に嫌われるからな。じゃあマイクラで見返せばいいじゃん。もう終わったんだよ。いくら何があってもワイらの友情が復活することはない。悲しい。悲しい悲しい言っててもしゃあないだろ。切り替えろ。働け。ニートって何かその小学生は分かってんのかな。ネットで見た言葉を話していただけかもしれん。親に何か言われたのかもしれん。でも Y が傷ついたのは事実や。大げさで草。大したことないよな。学校帰りに子供に声をかけて不審者だって言われないのか。今まで特に何か問題になったことはない。最初から小学生に話しかけるつもりじゃなかった。たまたま散歩中にマイクラの動画を見てたら向こうから話しかけてきたんだぞ。でも普通は相手が子供なら適当に会話を終わらせるだろ。散歩中に友達ができて喜んで時間を合わせて会いに行ってたと思うとキモい。友達って思ってたのは一気だけだろ。ニートでどうのって言われたのなら働くしかないだろうな。子供なんで今まであんなおっさんと仲良くしてたんだろう。子供の黒歴史決定。ワイも30代だけど親戚の子とマイクラで遊んでる。そんなにダメなことか。ヒント、ニート。親戚と近所の無職のおっさんは違うだろ。年齢だけ重ねてまだ若いと思ってる小丸社か。泣いた理由がしょうもなくて草。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。27歳中卒職歴なしニートってどれくらい積んでる？アドバイス求む。年齢。27歳、学歴。中卒、職歴。介護の夜勤を2年ほどパート扱い。趣味。プログラミング、筋トレ、2チャンネル、ゲーム。引きこもり歴。小6から18歳まで、実質小卒、彼女いない歴。年齢。身長、体重。178センチ72キログラム。病気、不安症丸、回避性人格症丸自己診断。20歳から22歳まで資格を持っていたので、介護の夜勤やってた。特に介護が好きでやっていたわけではなく、晩期には色々な不安がつきまとい、仕事を辞め実家に帰りニートになる。その後1ヶ月、住み込みの農家の仕事をやった。同僚に恵まれ楽しい職場だったし、体力だけには自信があったのでできる限りやりたかったが、給料を支払わないクソ会社だったので、仕方なく実家に帰省しまたもやニートに。その後はゲームやネットに明け暮れる日々を送る。2チャンネルまとめブログを開設し、才能があったのか数ヶ月で10万以上稼いだが、急に飽きてしまい更新を止める。あと危険などもやった。バイトもやったが3日で逃げ出した。ここ最近は、ゲーム作りにハマる。サッカーシミュレーターやローグライクを DX ルビーで作ったいずれも未完成。外出は月に一度。会話はほぼしない？というか会話をする相手がいない。働くのが怖いのだがこれからどうすればいいのだろうか？職場に一人でも厳しい人怖い人嫌な奴がいると途端に逃げ出したくなる。仕事で注意されると、カッとしてしまうというか、そのことが頭から離れなくなり、態度に出たり、引きずってしまい、仕事に集中できなくなったり、私生活でもそのことばかり考えてしまう。俺は病気なのか？それともただの未熟者？引きこもりたいという願望もあるが、このままだと将来犯罪者コースだからどうにかしたいのだが、何からすればいいのかわからん。そろそろ逃げてばかりの人生に終止符を打ちたいので、アドバイス求む。幼少から青年期に経験すべき不条理を経験してないと思われる。人と接する道で生活かなるべく接しない道で生活か。大雑把に分けてどう生きたいか。人がすぐ辞めるようなブラックで全員が後輩になるくらいまで頑張れ。じゃあ上司がこいつは使えると思い出す。あくまでお前がミス連発しまくらなければだけど、働きながら面接で使えそうなネタをいくつか作る。で、35までにもうちょいいいとこ探して転職。作ったネタを全部放出するんだ。多分どっか受かる。無理。会社としては絶対雇いたくない。アルバイトで食いつなぐしかない。会社っていうのは最初の数年は教える手間暇とかで赤字なんだよ。お前に教えるのに先輩の手を止めないといけないだろ？で、お前はまともに稼げもしないのに給料しっかり持っていくわけだ。つまり二人分赤字なの。ようやく雑用くらいなら任せられるかってあたりでお前は責任や人間関係とかで重くなったのに耐えきれずあっさり逃げるわけ。終止符も何もないよ。責任や人間関係でもっともっと重くなるのに耐えきれるかどうか。耐えられないのなら永遠に時間切れまで逃げるだけ。ブラックで働くってショック療法ですか？それぐらいやらんと自立できないってことですよね。私も短期なんですが、切り花のバイトをやってました。
単純作業なので、確かに人間関係はほぼありませんでしたね。まとめブログもう一回やれば、あと年金払ってるなら精神解剖。これで毎月16万5千円。実家なら余裕。まとめブログは昔は適当にやっても稼げましたが、今はかなり努力しても金になるかわからない賭けになるので、正直やりたくないのが本音です。実は年金払ってないんです。私も親も、親は老後どうなるんだろ。俺に世話させるつもりなのだろうか。親父は肉体労働だから、これから先長くないだろうし、母はパートだし、貯金もなさそうだし、将来のこと考えると嫌になってくる。親の老後を心配する立場にも到達してないんじゃないかな。少なくとも両親はあなたを今まで食わせて生かしてきた立派な大人でしょ。それよりも差し当たって自分をどうするか考えないと。履歴書の職歴は2年のパートタイマーじゃ書けない。派遣登録もキャリアがないからできない。となると現実的に日払いでも可能な軽作業から当たってみては。とりあえずまとめやるだけやってみれば、1万でも収入になりゃいいだろ。あるわけないじゃない。人生の目標も夢も金も、みんな歯を食いしばって汗と涙と血を流してようやく得られるものなんだから。ゲームとかアニメとかの都合の良い展開に憧れ、できる男になった自分を妄想するのは好き。その第一歩として就職や高難易度国家資格へ挑戦するも、最初の数日で現実の厳しさ知って速攻逃げるバックレル。ザ。典型的ニートパターン。ちょっと疲れたのでまた夜中に来ます。病院行って診断もらって、手帳申請して小丸社枠で就活する。そもそも病院に行ってないし難しいか。無職なら普通に年金は免除通るはずだがね。小丸認定された時に免除してればもらえるが未払いだと罪。嫌われる勇気って本読んだんだが、不安だから、外に出られないじゃなくて外に出たくないから、不安という感情を作り出してるらしい。俺も実はそうかもしれんな。しかしこのままだと親に申し訳ないしな。逃げられる場所があるから逃げるわけで、いっそ感動してほしい。怒鳴られたり、蹴られてたりして家から追い出されたい。ホームレスになってみたい。刑務所にぶち込まれてみたい。なぜ俺みたいなクズに親は優しいのか意味不明。やっぱ俺みたいなクズを産んでしまった申し訳なさがあるのかな。この優しさに甘えた結果、何もできないグズ人間になった。自分がグズであろうとするためにグズだと思っている行動をしてるのかもな。介護の仕事、しかも、夜勤が2年続くとかグズの所要じゃないと思うわ。できてることができなくなるのがグズであるために何もできないと思い込んでるんじゃないか。自分のしてきたことを過小評価してるんじゃないか。手帳もらうのが一番楽なんだろうけどな。前に一回だけ精神科行って、今までの人生を話して、その時言われたのはこれからも逃げ続ければってなことを言われた覚えがある。もう一回通院して様子を見ましょうということで、薬も出されず、病名も告げられなかった。社会不安症丸と回避性パーソナリティ症丸は多分患ってると思うんだけどね。チェックシートすげえ当てはまるもん。年金の免除は2回ほど申請したんだけど、2回ともなぜか通らなかったんだよね。アピで2ヶ月に一度1万円が振り込まれるから、無職と判断されなかったのかな。まあ働けってことでしょうな。理由聞いとけばよかった。俺がやってた介護の職場は正直な話、本当に誰でもできる仕事だった。定期的に見回り、トイレ介助、おむつ交換するんだが、要介護が低い人ばかりだったのでほとんど何もやることがなかった。しかし月日が流れるにつれ、要介護度が高い人が入所してきた、忙しくなったし、嫌な奴も増えるし、認知症の人も入ってきて精神が病みそうになった。一番ヤバかったのは認知症の人に部屋中をクソだらけにされたことだな。そういうことさせないのが仕事でしょ？と思うだろうけど、他の職員も自分の担当で忙しいし、自分も他の人の世話もしないといけないから、防ぐことは難しかった。部屋中に散らばったクソを掃除するのは精神的に鍛えられたと思う。仕事の責任は重くなるのに、給料が一銭も上がらなかったのもきつかったな。まあパートだから当然といえば当然なんだが、俺が仕事辞める前には、週に1回以上は救急車が来てたな。介護なしの高齢者専用賃貸住宅での出来事で、監査の時だけ、一時的に介護度が低い人にすり替えてたのは内緒な。小学生の頃から2チャンネルやってるが、ここまで腹の内を明かしたのは初めてだな。そういえば、弟が結婚して家出ていくらしい。兄貴の俺は素人どうまるの上に、ニートだぜ笑っちまうよな。ちなみに弟は3人いるが、10年以上口聞いてない。どこから歯車が狂ったんだろうな。小学生の頃は一緒に遊んだりして仲良かった。ここだけの話、介護の仕事は何回か手を挙げそうになった。もちろん実際には挙げてないが、それも辞めた原因の一つ、介護は俺には向いてないと思った。認知症の人はまともに生活できないし、話もできないから人間とは思えなかった。
怒られても動揺しないメンタルを身につけたいんですが、いい本ありませんか？本来ガキのうちにそういうのって経験しとくべきなんだろうな。本で身につくわけがないだろう。メンタルは自己啓発本でも買ってみるか。実はさっき起きた。まずは昼夜逆転をどうにかしないと、早く起きたとしても何もやることがないからすぐ寝ちゃいそう。筋トレとか地道に積み重ねることができるんならなんとかなるんでないか。まずは朝起きれる習慣をつけろ。給与月給24万円40万円職種建築作業員。仕事内容、工場内機械メンテナンス作業。これは一体どんな仕事なんだろう。一年中募集してるし、近所だし、住み込みできるから気になってる。都内の原付免許なしでできる新聞配達も気になる。これも住み込みだから田舎から脱出できる。寒さのせいか、生活習慣が乱れてるせいなのか、無気力で辛い。昨日は10時間以上寝てしまった。この寒さの中5時、6時に起きて出勤する人は本当に尊敬する。夜中になんちゃって家族っていう映画がやってたんだが、面白くて夜中なのに声出して笑っちまったよ。さて寝るかな。寒いと筋トレやる気もなくなってしまう。俺が言うのもあれだけどさ、引きこもりの親って頭おかしいよ。もう30近い息子に何一つ言わず飯を出してくる。てめえは止まるか？逆上されるのが怖いのかな？俺は小学生から不登校になったが、その時から臭いものに蓋をするかのように、問題を長引かされた。その時問題に立ち向かって全力で解決するべきなんだよ。いつか引きこもりは勝手に治るのは大間違いだからな。俺も中卒ニートだけど毎日16時間も寝てて、起きてる時間もなんか食ってたりにちゃんしてるだけ。しかもそれで満足している俺がいる。ああ生ポウケてぇなー。不幸じゃなかったら、満足してもええと思いますよ。ニートの俺からしたら、勝ち組の公務員でも拳銃で自丸しちゃう世の中だし。中華スマホの電波の感度が異常に悪いから、仕方なくガラケー注文した。ニコ生のユーザー生放送久しぶりに覗いたら、俺に似た底辺ニート、小丸社、メンヘラばかりで笑った。まともな奴はみんなツイキャスとか言っちゃったんだろうね。ツイキャスはリア充ばかりで、見る気がしない。カップル放送とかどういう神経で放送してんだよ。俺たちに与えられたものを極限まで使ったとしても才能のある奴の足元にも満たないのがわかるからな。それが虚しすぎるから何もやる気にならない。わかるなぁ。仮に今から、職にありつけて自立したとしても、低給料で働かされて生きるのに必死で遊ぶ余裕もないだろうし、大したもん買えないだろうし、彼女もできないだろうから。腰が重くなるのもわかる。必死になってでも、やりたいものや欲しいものがある人は、努力したり茨の道を歩くことができるんだろうけど、俺らにはないしなぁ、しょぼーん。白石舞ちゃんが彼女になってくれたら明日からでも働くのになぁ。現実は辛いの。才能さえあれば自分を納得させられる理由があれば動けるのに。それが欲しい？母と話し合った結果、来月から追い出されることになったぞ。母から渡される5万プラス貯金6万プラスキャッシング30万でどうにか生活するしかない。今日から、面倒だがバイトでもいいから仕事探さなきゃあかん。のたれ丸にするんかわし？ワクワクするのを。めでたいのかめでたくないのか。どんな風に話し合ったのか、母親は怒ってるの。俺の一声出てくるから金よこせから会話開始。いろいろ話した結果詳細は約、来月に出ていくことになった。母は怒ってないよ。むしろ家で仕事探せばいいじゃない。私は追い出してないからねと言ってる。俺はこれぐらい窮地に追い込まれないと仕事探す気が起きないからな。この5万は母にとっては大金だから、受け取ったらもう家に戻る顔がないというか、戻れないな。今の心境は複雑。仕事探すの面倒くせえっていうのと、でも家にいるのも辛いという。なるほど参考になったわ。頑張れよ。27歳ならまだ余裕。だけど中卒なら派遣を出たり入ったりしてやがてど肩に行き着く。子供を産めばどんな人間だろうが、親になれる怖い世の中だよな。父中卒建設業、母高卒専業主婦現在パート。底辺はマジで子供作るなよ。まともじゃない人間が教育できるわけないし、子供を産むべきじゃないんだよな。俺中卒、弟1高卒、弟2中卒、弟3通高卒。貸しかいねえぞ家には。こんな親から生まれたことをマジで恨む。別に今までの正月が良かったわけじゃないけど、ここまで憂鬱な気分で正月を迎えるのは初めてだ。この一週間、常に気分が悪い。キリスト教にでも信仰してみようかな。服が着れる、飯を食える、屋根がある家で寝れる、なんて幸せ者なんだよ俺は。イエス様ありがとう、アーメン。何もできないくせにプライドだけは一丁前なやつって本当に救いようがないな。いやプライドはあった方が良いよ。ずっと鬱で引きこもってる中卒だけど無欲だし、他人も自分もどうでもよくてプライドなんてなくしたから羨ましいわ。両親働いてるからカスじゃない。親はお前に暴力振られたり丸されるのが怖いだけ。お前の両親は立派。お前がカスなだけ。なんで俺に殴られるのが怖いんだよ。
今までにちゃんと信頼築いてきたとしたら、そんなこと思わないはず。悲しいな。俺を批判する奴は俺の人生を歩んでから批判しろよ。腹立つな。批判よりアドバイスくれよカスども。18歳ぐらいの時に自立支援施設みたいなところに入ったんだけど、施設の職員はほとんど大卒だったのよ。会話して感動したね。会話のキャッチボールというのができたことに感動した。うちのカス親はまず否定から入るけど、大卒の職員の人たちはまず話を聞いた上で、良いところは良い、悪いところは悪い言ってくれたからな。それは自分の子じゃないからできるんだよ。何の責任もない、そういうこと。その人たちはお前の衣食住を世話してくれるわけじゃないんだよな。他に感謝すべき人がいるんじゃないの？職員は仕事だもん。お前と話せば金がもらえるから聞いてるだけ。他に感謝すべき人って誰？僕はマルペだからわからない。職員といっても、数ヶ月集団生活してたスタッフだし、連絡先も交換した、ミクシー承認、プライベートで遊んだんだぞ。その辺の施設の職員じゃないんだ。俺の人生も少しもわかってないのに何ほざいてんだよゴミどもが。軽袋で相談したんだがそっちの方がまともだったわ。そやにチャンネルの人生相談板にはまともな人間なんていないよな。まともじゃないカス人間がカス人間に相談する板であることを今理解した。向こうの奴は叱ってくれた上で建設的な意見をくれたよ。まあスレ一覧見やわかるけど、しょうもないスレばかりだよな。ここでまともな意見求めた俺がバカだった。27歳中卒職歴なしニートのために貴重な時間を割いてまで回答してくれた知恵袋の人たちを、奴呼ばわりとは何様かな？知恵袋の人たちかわいそう、このスレを見せてあげたいわ。自分もイッチさんと似たような性格で、フラ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 していたけど、ある時期から他人に何も期待しない、心を閉じて丈夫だけの会話が楽にできるようになった。全部一人でこなします。一度聞いたら覚えます。飲み会行きません。仕事のこと以外に興味持ちません。って態度を一貫してロボットのように心を無にして働いている。かなり気が楽です。嫌われると思ったけど、底辺が集まる会社なので正社員に誘われた。俺は27歳のお子ちゃまだよ。だって小5以降学校行ってないから。精神年齢がそこで止まってる。精神力を年相応まで成長できる方法があったら教えてくれ。まともな人間になるには16年かかりそうだが地道にやるしかない。とりあえず今月は面接1件以上受けるわ。今後カスみたいな人生送ると思うと泣けてくる。自ら止まるの道は進みたくないが、自業自得。今月1件面接受けるってことだが、まずはリハビリ兼ねて自分の考える最低の就労条件の仕事を受けてみてはどうか。最低なのは最初からわかってるわけだから入ってみて失望するということもない。働いても最低なのだからこの職場に関しては辞めてしまっても仕方ない。対人スキルや根性などなど、万が一にもそこで何か得るものがあれば儲け物。でも肩慣らしにもなるし、次の仕事の面接の際に前職はなんで辞めたの？と聞かれても答えやすく相手も納得しやすい。さらに最初のが最低であれば以降は少なくともまあマシと感じることができるかもしれん。体力ない場合は先につけないとまず繰り返すから注意。そういえば腹筋ローラー買ったな。あれ結構きついのな。2ヶ月後には腹筋バキバキやろ。2月にダンベル20キロ追加で購入したんだがそれでも物足りなくなって、バーベル購入を検討してる。ラックとか全部合わせたら総額3万だよ。男なら100キロ上げたいじゃん。クソスレ保守のために上げとくぞ。このスレは1000まで目指したい。文章力鍛えるためにもブログでも始めてみるかな。DX Ruby で開発途中のゲームがあったんだけど、金にならないからユニティの C シャープで再開発しよう。俺は回避性人格小丸だと思うんだけど、精神科に行った方がいいのか？今の家の環境だと一生治らん気がする。お前ら俺にもっと興味持ってもいいんじゃないの？危険受けに遠出したら、体調崩した。小屋働くの無理だろ。7月に乃木坂のライブに行くことになってしまって憂鬱だ。まだ生きてるか？まだ生きてるで。君はホームレスになるために生まれてきた。みんなそれぞれ才能や性格を持った個性を武器に生き抜く力を与えられた。ホームレスも忍耐力がなければ到達し得ない究極の才能が要求される。そのためにこそ中卒という名誉を与えられたのを忘れてはならない。学歴社会では落ちこぼれでも、ホームレス界では大卒者は頓挫し中卒者は大成功する。甘やかされて育った頭でっかちの学歴中は我慢が一切できないヘタレだから。結局173スレ目で終わりか、クズだな。気合で1000まで自分で書き込めよクズ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は、パッパから急に退屈されたという、ニートのエッチの話を紹介するよ。ニートは38歳。パッパから突然退屈されたんやが、今朝、リビングにいたらパパに急に退屈されたんやが、めっちゃ尻が痛い。エッチ、アウト。くさ。なんでだよ。笑った。わからん。
ぶっちゃけ、Y は何もしてない。ただリビングを歩いてたら後ろからタイキックされた。笑ったからじゃね。マジか。ネタでも面白い。しかも一回じゃなくて何回かけられてクソ痛いんやが、パッパになんでって聞いたけど、無視してそのまま会社に行った。帰ってきたら、また蹴られそうで怖いんやが。なんか思い当たる原因はないのか。ガキツカでも見たんじゃね。パッパ、世代じゃない気がするが。むしろ世代っていうと Y の方が世代やが、めちゃくちゃ痛いぞあれ。実際、蹴られたら泣くわ。で、理由は？蹴られたのに何も理由がないんか。前からニートしててマッマには働けって言われてたんだけどさ、パッパは無関心っていうか、Y と顔を合わせても何も言ってこなかった。今日も、起きてしばらくはいつもと同じやったんや。それが突然蹴られて、Y 白目。今まで口に出してないだけでストレスが溜まってたんだろ、察し。たまたま一致のことがムカついたからじゃね。会社で嫌なことがあったに一票。会社での出来事は Y のせいじゃないやろ。ちな、昨日も今日も親が喧嘩してたとかはない。Y ともだけど、パッパはマッマとも、あんまり話さないんだよな。昔は覚えてないけど、とにかく今はそうや。まあ、ニートならしゃあない。パッパがいる時間帯にリビングに行かなきゃいいんじゃね。だよな。正直、パッパが帰ってきてからが心配や。普段だと、リビングにいるんだけどさ、今日は自室にいた方が安全か。そういえば一致はなんでニートしてんだ。あと年齢と職歴は。38歳、職歴は大学時代のバイト歴だけ。大卒ニート。働かない理由は？まともに働けるとは思えないから。あと、コミュ障だから、周りに馴染める自信もない。よくニートすれでコミュ障だから働けないって見るんだけどさ。働かない？家にいるからコミュ障になっただけじゃねえの？そんなことはない。学生時代から、周りには馴染めてない。親戚の家に行くのは拒否ってたし、親戚が家に来る日は引きこもってた。Y もコミュ障だけど、社会人になって、だんだんと改善したぞ。一致は逃げただけや。まあコミュ障にも程度はあるが、社会に出れば多少マシになるよな。マシになるわけでもないけどな。Y の場合、外ではニコニコしてるけど、家に帰るとどっと疲れる。それは陽気でも同じやぞ。社会に出てなんとかなるやつは本当のコミュ障じゃないと思ってる。Y レベルになると、マジで家に引きこもるしか選択肢がない。じゃあパッパのサンドバッグになって、一生をニートで終えるか？それなんだよな。パッパがもうすぐ定年退職するんや。再雇用で65までは働くらしいけどそれがもうすぐ。家にずっとパッパがいたら、Y の居場所がなくなる気がする。居場所同行の前にパッパの稼ぎが減ることは気にならないのか？ニートって、家の家計の状況とかあまり把握してないんだろうな。ご同時できる間に貯金しておかないとマジで詰むぞ。そういえばパッパが退職して再雇用の状態になってから、マッマがかなりうるさくなったな。私たちがいなくなったらどうなると思ってるの？って言葉ってずるくないか？そんなこと言われたって、急に働けるわけでもないのにさ。じゃあどうするんだよ、マッマが言ってることは事実やろ。子供の時に、言うこと聞かないと、ご飯抜きよ、って言われるのと同じでさ。いなくなったらどうするの？って考えてもどうしようもないことやと思う。解決策もないし。ただただ黙るしかない。親の方が偉いのはわかるが、だからって何でも言っていいのか。ちょっと、何を言ってるのかよくわからん。元ニートだけど、一致の気持ちも少しわかる気がする。何を言われても、無理難題に感じるんだよな。それは甘いやろ。言葉で言われるだけじゃなくて、本当に親が消えたら、一人でどうにかするしかない。一人でどうにもできないからニートしてんだよ。親に文句を言われてまで、家に住んでたいわけでもない。この歳になって、親がいないと嫌や、ってわけでもない。ただ金がないし働けない。なんか闇が深いな。60、80問題になりそう。そりゃパッパもタイキックしたくなるわ。何も言わずに急にタイキックされても困るやろ。腰が痛い。親も解決できない悩みで困ってんだろうな。38やろ。思い切って家を出ろよ。そしたら何もかも解決やで。それは何も解決しないよ。ただ、警察か役所の世話になって、また実家暮らしに戻るだけ。学生の家でじゃないんだぞ。そこまで警察が過保護にするかよ。でもまあ一致みたいな感じだとホームレスさえできそうにないな。ホームレスはニートより有能だぞ。生ポビジネスにはまるのがオチか。生ポビジネスとか、よく引っかかるな。って思ったけど、一致見て納得。パッパもいろいろとあるんやろうな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニートがダメな理由をきちんと説明できますか？ニートのことを非難している人の中に、ニートがなぜダメなのか論理的に説明できる人はいるんだろうか？ Y はニート肯定派として議論してみたいんを、議論するにあたってのニートの定義。15歳から34歳までの、家事通学終了をせず、職業訓練も受けていないもの。
国民の義務を全うしてないから。はい、論破。教育、勤労、納税の国民の義務のうち、教育、納税については義務違反でない可能性は全く否定できない。勤労の義務についても、それは努力義務とみなす方が自然であり、遺産や不労所得などで暮らしている人々と同様、憲法違反に当たるとは考えられていないし、実際そうした判決は見当たらない。そもそも就業イコール勤労が成立するかどうかにも疑わしさが残る。さらに国民の義務を果たさないことがどのような面でダメかについて論理的説明が果たされていない。ニートが国民の義務を全うしていないことの説明、および全うしていないことがなぜダメかについての説明がないと論破したことにはならないのではないですか。二兎追う者は一兎も得ずって俺の妹が言ってた。極論や奇弁で反論できていると思っているのかな。あなたの言う極論や奇弁って何ですか。スレのタイトル通り、ニートがダメである理由についての一般論を議論しているのではなく、ニートがダメであることの論理的証明可能性について議論しています。このことを踏まえてもう一度説明してもらえるかな。ニートがダメな理由をきちんと説明できますか。あなたがダメな理由をきちんと説明できますか。自分で稼いで生活できないやつは犯人前で、こんなやつは生きてる資格はない。反論どうぞ。論理が穴だらけですね。自分で稼いで生活できない奴は、犯人前でこんな奴は生きてる資格はない。が正しいことを証明するには二つの命題の証明が必要。自分で稼いで生活できない奴イコール犯人前と、犯人前イコール生きてる資格ない。この二つの命題がどのような側面から見ての反証できないことを証明する必要がある。そもそもこういった議論の場で、犯人前とか生きてる資格がないとかいう抽象表現を用いてしまっていること自体が残念、としか言いようがないですね。そもそもこのスレでは、ニート肯定派の Y を論破できる人いる？っていう趣旨なので、あなたの質問は的外れですね。議論のスタートラインにすら立てないような人がこんなにも多いとは予想外でした。勉強になります？そもそも議論になっていないよ。だって肯定派のあなたが、なんで肯定派なのか、何を肯定しているのかこちらとしたらわからないものだから。伝わりにくいとか、伝わりやすいとか電気じゃあるまいし、残念ですね。ニートがダメな理由をきちんと説明できますか？って名前のスレで、Y がニート肯定派として議論したいって言ってるんだから、あなたたちはニート否定派としてディベートすることになっているに決まってるでしょ？それ以外に解釈の余地ないと思うけど。語って何語なんだ？小学校行ったことあるの？今節丁寧に説明すると、ニートの何がダメなのかわからないからニート肯定派の立場を取っている Y に対して、否定派のあなたたちが論破できるか挑戦してねえ。ってこと、うーは、伝わりやすいが話し方に対して使われている日本語だと即座に判断できないような読解力の持ち主でしたか。親兄弟が許してるなら別にいくらでもニートしてても構わないんじゃね。親といるなら兄弟がダメだって言うならダメだろ。その時点で多大な迷惑をかけてるんだから。残念、としか言いようがないですね。ニートがダメな理由をきちんと説明できますか？説明できますよ。社会や人道的観点からは考えていないようですので、その辺からもニートが肯定できるか説明してもらえます？また、親や兄弟がダメって言ったらダメ、の根拠は？あなた感情ベースや一般論ベース以外で説明可能ですか？挑戦してみてどうぞ。論破できますよ。その前にあなたがニートなのかニートでないのか知りたいですな。そりゃ親や兄弟がダメだって言ったらダメだろ普通。家の中に働きもせず無駄飯食ってるうまる子製造機がいるとか。それだけでストレスだもん。仕事でどっか行ったのか。これを職場放棄っていうのか。知らんけど。ネタ買ったんじゃね。一般論としてはある程度以上の正当性が見込めますが、それ以外の側面から説明できていません。親や兄弟がダメって言ったらなぜダメなのかについて、ストレスを感じることは親や兄弟がダメと思うようになる原因です。親や兄弟がダメという、ニートはダメ、という図式を説明するものではありませんよね。私は遺産による不労所得で暮らしているので、教義のニートには該当しません。平日の昼間からのんびり入浴していただけです。ご心配には及びません。絶対にお前、ニートだろ。将来息子がもしニートになっても、適切な運用法さえある程度覚えればお金のために働くことはしないでも生きていけるようには環境を整えてあるので、特に対処する必要はないかと思われるのですがどう思われます？正直無職でも何の問題もない。5000万程度の資産運用益ですら働かないで暮らしていけるよこの国。マネーリテラシーや価値観のアップデートができてない人が騒いでいる。そういう人は人生をずっと労働者階級で過ごすことになる。まあそれも悪くはないんだけどね。生活に困らないという意味で何の問題もないは正解でしょうけど、それ以外の価値観に照らし合わせた時どうなるか、ですよね。何の根拠にもならないし、証明以前のアンポンタンですね。論破は諦めたの？他人に説教する前にまず自分の文章を見直しては？
まあ、難しいでしょうが。知らんがな。あんたニートなの？ 34 歳以下？ニートのことを擁護している人の中に、ニートがなぜダメでないのかを論理的に説明できる人はいるんだろうか？私はニート否定派として議論してみたい。ニートがダメでない理由をきちんと説明できますか？息子さんいるの？息子さんに自分の意見を通してどうすんの？お金のために働くのが悪いことですか？ダメじゃないけど、このままでいいのかなとは思いそう。お前のヘリクツだとマルジンも論理的に説明できるよな。無論、マルジンがダメなのか。ニートのことを非難している人の中に、ニートがなぜダメなのかを論理的に説明できる人はいるんだろうか？ワイはニート肯定派として議論してみたいんを、ニートがダメな理由をきちんと説明できますか？ニート肯定派？って日本に何人いるんすか？大体ニートになってる人が、ニート否定派が大多数だろうが、議論したいな。自分がニートであることで何の問題もないのならダメではないよ。自動車が壊れて走らないけど維持費だけ払ってるんだとしても、所持者がそれで構わないというなら放置しようが、さらにわざと壊そうがダメにはならない。でも車を走らせたい移動手段がなくて辛いと思ってる。修理を必要としている家族がいるとかなら故障箇所イコール修理すべきダメなものになる。ニートも金がない、社会的信頼がない、家族とかに迷惑かけている、家計的にも将来このままでは生きられない、もっと人生充実させたい等の問題を感じてるのであれば、なんとか対処して改善すべきダメなものになる。よくこんなアホ相手に議論する気になるな。ダメを宮司書の位置にある良くない状態、用をなさない状態と解釈する。最低でもニートを養うための食費がかかるが、回収の見込みが薄いため、純粋な出費といえ他の消費や投資に使えるはずの家計を圧迫する。つまり家族がニートに価値を感じ、ニートへの出費に満足感を感じる限りはいいが、そうでなければニートは家族に機会損失を与え続ける存在である。機会損失を与えるものが良い状態と言えるはずがない。用をなさないとは価値がないことだと言える。ニートは仕事をしていないし家事もしていないため、企業にも家族にも労働力として消費されないのだから、労働力としての価値がない。以上よりニートは家族に認められていない限りダメである。皆さんです、ありがとうございます。ニートが限定的に許容されるべきだという主張にはある一定程度以上の説得力があると思います。しかしこの主張はあくまでも個人家族間での関係性にのみフォーカスしているため、個人社会、個人国家、個人環境など、他の関係性においても許容されうるのかについてさらなる議論が必要だと言えます。またさらに抽象度の高い考え方をすると、労働力としての価値がないとみなされていることがダメなのか、もっと解釈すれば誰にとってニートの存在や機能が問題視されたとき、ニートはダメとされるのかという捉え方が考えられます。パターン0、誰からも許容されない。パターン1、ニート自身のみが許容。パターン2、ニートとその友人のみが許容。パターン3、ニートとその家族の一部が許容。パターン4、ニートとその家族全員が許容。まあ他にもいろいろパターンは作れるとは思いますが、とりあえずこの5パターンで、どこに許容のラインが来るのか。個人的には共産主義者以外はニートを否定できないと思ってるけどな。労働価値説に基づけば働かない奴は価値を生み出さない非人間だが、この世は消費社会だから。資本主義社会が人間に求める役割は消費、労働、経済主体だと思うんだが、ニートは労働力にも経済主体にもなりうるのに消費しかしてないから、良くなる期待を込めて、ダメと言ってるんじゃねえの。社会的なロジックから考えればそうですよね。現実的に考えれば、資本主義社会でのニートの否定の原因は、ニートばっかりになったら困るとか、稼ぐことが正義、という信仰を守りたいがための排斥とか、嫉妬や期待の裏返しとかで説明できそうです。結局善悪の判断なんてどこに軸を置くのか、が一番のキーであり、その軸にどれだけの確からしさがあるのかが議論の核となるべきはずなんですけど、みんながそう言っているからとかいう不確かな軸が、さも正当であるかのような顔をしている人の多さは残念でなりません。この種の問いは、労働が善であるのか消費が善であるのかといった膨大や、人間とはどうあるべきか、人生の目的とは、そもそも人間とは、などのより抽象的な問いにも発展させて考えて叱るべきなところがあります。多くの人にとってこれらの不可知的な問いは、そんなこと考えてどうするのというような逃避や、そもそも扱える能力や思考的体力がないようです。だからこそ、生きる指針としての宗教共産主義、資本主義、キリスト、イスラムなどなどに埋没することで人生をやり過ごそうとしているように見えます。私は、そういった態度がホモサピエンスとしてふさわしいようには思えないんですけど、皆さんはどうです？ロスではニートは変な目で見られないよ。平日の昼間からニートみたいな人が普通に街を歩いてる。俺は、この人たち仕事とかお金ってどうしてるんだろうって不思議に思ったけど、
近所にアメリカ人住んでるけど、何の仕事やってるか知らないけど、仕事がない時は平日の昼間でも街をフラフラしてるよ。自分以外の人間はホモスプルプスだとでも言いたいのか？アメリカは個人主義というか、あまり人の目を気にしないというか。ロスには2ヶ月滞在してたけど、本当に気楽だった。サマル主義的なレッテルの貼り方をすると本質を見れなくなるので、そもそも、サピエンスには確かに賢い、知識あるという意味もあるようですが、ここでは考えるというような意味でしか私は考えていません。文脈から推測することは難しかったですかね。で、何が言いたいんだよ。そもそも人として生きることがどういうことかを考えないイコール愚かは成立するでしょうか。何を主軸にしてどう生きるかは、基本的に個人の自由です。聖書に従順であること、金を稼ぐこと、社会的地位を追い求めること、ひたすら怠惰を貪ること、何を軸にして生きようが、それが他者の権利を侵害しない限り、この社会は許容してくれるでしょう。ただ、私は自分で軸を規定するために考えない人と深い関係性を構築することが困難だという意味で残念に思う、というだけで、このスレもなぜニートはダメか説明できるかのお題のもとにここまで続いてきたわけです。お題がなければ関係も何もあったものじゃないです。宗教はある種お題を提示してくれます。そしておそらくある一定の時間にスレ体を見た人の中で抽象的な関連について考えるのが好きな人、よりも多くの人に提示されています。なぜニートがダメか？なもん簡単だ。養う親が他界したら生活保護に頼ろうとするゴミだからだ。つまりスレ主みたいに不労所得で生活できるニートについては問題がないわけだ。不労所得とかでもなく生活保護や親の金でしか生きていけないニートを肯定できるのか？それを証明してほしい。生活保護に頼る人の何がゴミなんです？世の心理における弱肉強食に逆らって生きてるわけだからな。お荷物でしかない。ゴミそのもの。埋まる子製造機の方がいいか？労働をやったことがない人に、不労所得で生きてる奴に、高等遊民だか、勇敢マダムに人間性だとマイノリティのボケのくせに遺産で食ってる。アホタコマ抜け、お前の言うことは100人中1人も理解者はいないよ。生活保護受給者を否定しようとするなら、すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。お会見するところから始めなきゃいけないのでほぼ不可能と言っても過言ではないでしょう。どうしてもそれが嫌ならば、生活保護法がない国籍を変更する方が現実的ですよ。すごいな、何か演説でもやるんか。最初はエッチがニートかどうかとか、いろいろと気になってたけど、もう何もかもどうでもよくなった。で、何がしたいんだよ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は、まさかの栄養の才能があったことが発覚したニートのエッチの話を紹介するよ。ニートは37歳。まさかの栄養の才能があることが発覚する。元ニートは、どうやら栄養の才能があったらしい。大卒を入った会社でうまくいかずに、ずっとニートしてたんだけどさ。親に無理やり入れって言われた会社でよくわからんが活躍してるっぽい。自分のことなのに、ぽいってなんだよ。という夢を見たのかな。ニートのふりしてるただのおっさんだろ。嘘待つ。嘘じゃないんや。親戚の会社だからまあ多少、評価が甘いところはあると思う。でも愛に栄養が合ってるなんて思ってなかったわ。ずっとデスクワーク志望だったからな。デスクワーク志望は草。ああわかる。ニートの奴らって妙にデスクワークしたがるよな。前職は？前職は IT 系。大学で適当に生活してたら IT 系しか内定が出なかった。そのまま入社したら上司とも同僚とも会わずに辞めることになった。IT で人間関係ダメだった奴が栄養でうまくいくとかあるんか。なんていうか IT 行く奴ってネクラな奴が多くないか。しかもクソ真面目な感じでとにかく何も合わなかった。それにプログラム書けって言われても大学が文系でようわからんかったしな。文系で IT 就職は嘘やろ。普通に文系でも理系でも入れるぞ。むしろ Y が入った会社は文系の方が多かったくらいやな。とにかく、プログラム見てても頭痛いだけで嫌になって辞めたんや。そこから何年ニートしてたんだ。1年経つかどうかで会社を辞めて。っていうかまあ、ほぼバックレやな。それから37になってようやく今の会社に入ったんや。入ったっていうか、無理やりだけどな。親が勝手に親戚と話をつけて、来月から会社に行けって言われた。37で働けるって羨ましいな。親戚に感謝しろよ。栄養でどんな感じにうまくいってんだ。Y は昔からちょっと ADHD っぽいところがあってさ。そういえば IT 系に入社した時も面接とか内定懇親会での評判は良かったんや。別に他人と話すのが好きってわけじゃなかったんやが、気づいたら栄養トークがうまくいって契約が思いのほか、取れて驚かれた。はい、才能やな、ええー、な。Y も ADHD で栄養してるけど、意外と合うよな。逆に遅刻しまくって栄養食に合わなかった Y が通るぞ。ADHD でも色々あるからな。
まあそもそも、そこまで大きな会社でもなくてさ、コネ入社とかいうやつもいなくて、良い社員が多かった。社内でも馴染めたし営業先でも結構良くしてもらってハッピーや。あと付き合いでの飲みやゴルフも嫌いなやつも多いって聞くけどワイは好きや。ただ飯にただゴルフやぞ。飲むのが好きなのか？ええな。結構、強いで。いくら飲んでも平気な顔ができる。日本酒の飲みっぷりが良いって客先に喜ばれたわ。ゴルフも必要なものは会社で中古品をくれてたまに土日に練習に行く金だけ実費や。そこまでスポーツ好きってわけやないがゴルフは楽しいな。はい、普通に馴染んでるんだな。最初から営業に行こうとは思わなかったのか。イメージが全然なかったからな。そもそもニートしてなかったら親戚に行ってのもなかったと思うで。そこまで給料が高いわけじゃないけど、ただ酒も飲めるしワイは満足や。土日までゴルフだ酒だってなって嫌じゃないのか？元はニートだろ。ただで遊びに連れてってもらってる感覚だから別にな。客も嫌いな相手じゃないし。ま、たまに嫌な奴もおるが。ニートはコミュ障ばっかりやと思ってたけど違うんやな。新卒で営業に入らなかったのがもったいない。大学がそこまで偏差値高くないから営業って言ってもどこに入れてたかわからんぞ。それに親戚の会社の雰囲気がワイに合ってるのもある。羨むやな。ふと思ったんやが社長してる親戚のおっさんも ADHD っぽいところがあるんだよな。社員も割と癖が強いやつが多いしそういうのもワイに合うのかもしれん。前の IT 系はマジで真面目すぎてきつかったわ。会社はどこもあんな感じやと思ってた。一社合わなかったからって転職せずニートはもったいないんやな。って言っても、面接くらいじゃ会社の雰囲気がわからんし、入ってから何社も試すこともできんやろ。それな。3社から5社くらいを試しで入社させてほしいわ。ブラックだと、その期間で洗脳されるけん。入社前に優しすぎる会社は怪しいな。そういえば Y の会社は、ブラックだけど、残業代は払います。キリって総務が明細見せてくれてさ、残業代すごくて、憧れて入社したわ。残業多い会社なんかよく選ぶな。まあ3年もしたら転職しようと思ったし、貯金するにはちょうどいいと思った。はい、そういう考えもあるんか。今日も土曜だけど朝から接待やで。有能な営業は忙しくて困るな。週7出勤が優秀だと思ってそう。Y に休みはない。まあニートしてた分、今の生活が楽しいからええわ。ブラックに毒されてるんじゃないのか。土日返上はマジでやだな。酒飲みすぎると体壊すぞ。みんな優しい。サンクス。今日の客は話が合うから好きなんや。いっぱい可愛がってもらってくるで。まあ若干ブラックっぽいが、中小の営業なんてこんなもんかもな。一致がいいならええんじゃね。営業の才能ねえ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニートからリアル度肩になって2ヶ月だけど質問ある？答えられる範囲で答える。おめ、年齢と年収予定は？年齢は30代後半。年収は300弱かな。見習いだから安いよ。資格とか取ってスキルアップを目指す。土方もいろいろあるじゃん。あとニート年数。細いやだよ。大学卒業、フリーター、ニート5年、土方正社員2ヶ月。日当は9000円の計算だけど月給制で労働日数23日の計算みたい。天気悪くて休みになるとラッキー。今埋められたりしないの？今埋めはないよ。残ってる人たちは元ヤンでも元ヤクザでもみんな真面目に働いてる。でも初めての作業でも怒鳴られる。仕事終わったら優しいよ。日当9000円、月23日だと年収300弱ではなく250弱では？他の手当があるの？細屋は夏型死にそう。夜間とか昼夜連勤とか遠隔地とか手当あるし、寸志だが小夜もあるので、夏は怖いね。熱中症で多否認が出ることもあるみたいだし。土方以外に面接受けましたか？合否は？年収700で舗装の現場代理人ってオファー来てるんだけど、未経験でも大丈夫かな？ペーパーでも資格なけりゃ落ちるから心配すんなん。年収700って数ゼネの30代だぞ。未経験で入れるなら誰でも行くだろ。手当出るんだいいな。俺今月から電工だけど早で残業手当なしだわ。土方が手っ取り早く就職できると思ったので面接は土方しか受けてないです。ただ探すときにホームページ見たり経信っていうサイトで検索して経営状況見たり就業人数見たりと確認はしました。夜勤が3000円、連勤と休日出勤が2000円です。土方、土建屋、土底辺、泥虫けら。子供の頃言われました。見てみろ、勉強できないとあんなのになるのだよ。勉強どころか不器用で腕力もない奴は土方すら無理。俺は勉強はできて誰もが知ってるであろう大学に行ったが土方デビューした。腕力のなさと不器用さには定評があるがなんとかやっていってる。玉掛けなどの資格はあるが、50過ぎの未経験でも大丈夫かな？肉体労働の経験ありますか？ないです。一士官工事施工管理技師持ってるけど、現場経験ありません。雇ってもらえるんかな？20代余裕30代半ばまあ余裕。40代派遣か零細なら。
でも、離職率見たらわかるけど経験なしだと辛すぎてまず持たないと思うよ。一番初めはどんな仕事をするの？先輩が嫌がる力仕事とかですか？別人だけど玉掛け者は玉掛けだけやってるわけじゃなくて基本重量物を運ぶ仕事だからな。経験ないならまず玉掛けの業務よりにほどきだの運搬がメインだろうし、玉掛けの資格座ってれば誰でも取れただろ。あえて50台を使うかよ。先輩たちは別に重いもの運ぶのとか嫌がらないですよ。ただそれぞれやることがあるからできることが少ない自分新人が重いもの運ぶだけで、先輩らも手が空いてる時は自らやってくれるよ。はじめは掃除とか道具出しとかそんなのやってるよ。掃除も結構きついからな。まあ最初は手元だろうな。拘束時間は？朝7時に集合して長い時は18時、早い時は15時とか、だいたい17時半くらいに解散。7時って現場だよね。ってことは会社には6時で起きるのは5時前とかになるんじゃ。7時に会社でそこから移動が多いですね。起きるのは5時くらいです。要領が悪いとか、気が利かんとか、脳みそ空っぽかとか言われるが、この仕事向いてないんかな？俺は一回で覚えてね、何回も同じこと言わせないで、お前は自分で考える力が弱いって言われたな。でも未経験ですぐ覚えられるわけないじゃんね。土方の嫌なとこっていつまでも頭固い年配が多いとことか、求人欄に8から17時とか書いてあっても普通に6時、7時に会社出てるとことかなんだよね。土方2回転職したけどこの2つはどっちもあったわ。自分で動き先読みして動けるやつじゃないとこの業界苦労する。今はないけど昔は普通に容量悪いやつは殴ってしつけてたからな。俺も何回も殴られて頭にきてやり返して喧嘩しながらなんとか作業してたぞ。どれくらいの期間で怒られなくなりました？俺怒られたことないぞ。君らどんなとこで働いてるの？俺が仕事できるだけなのか？情けない話ですが辞めました。動きが読めるようになるまで結構かかるじゃん。何もわからない人に教えもせず怒鳴り散らす人が多い。土方も怒鳴り散らすが栄養も数字取れないと怒鳴り散らされるぞ。もう何もしたくない。他の業界は考えなかったの？まともな職歴がなかったから何をすればよいかわからなかった。とりあえず土方なら雇ってくれるだろうと思って履歴書送ったら一発採用だった。わかる。俺は鉄筋工やってたけど鉄筋の結束で狭するとハッカーで手の甲ばかっとぶったたかれたりしたわ。それさえ我慢すれば給料高くていいけどね。建設関係は未だに手出したりしてるの？俺はヘルメットの上から軽く叩かれるだけかな。この前セットハンマー振り上げられた時は私ぬかと思ったけど上司が思いとどまった。就職おめでとう。ちなみに勤務地はどこ？都市部なのか田舎なのかぐらいでいい。県庁所在地ですよ。琉球大学オツ。土方は元ヤンや前科者からの怒号だからマジ怖そう。栄養のやつに怒鳴られた方がマシでしょ。もうちょっと上だわ。日当どれぐらいなの？月給だけど23日働く計算だね。日で割ると9000円。それ以下の労働日数の時も異常の時もある。今月ははるかにオーバーしてる。人不足で誰でも入れるとはよく聞くけど29の元ニートでも雇ってもらえるかな。自場企業なら余裕と思うよ。面接の時雰囲気とかどうだった？フリーター期間ニート期間のことなんて聞かれた？中小の土建屋なんてニートでも誰でも入れるよ。ただし続くかどうかは別ね。現場仕事って命かかってるから時にはマジ切れで怒鳴られたりもするから豆腐メンタルだときついね。不思議なんだけど怒号って VS 土建に効き目あるの？あるからやってるんだろうけど効き目云々以前にそのような喋り方しかできない。ある。先輩に叱られるとシュンとするから。ニート期間はないことにすればよいよ。この仕事未経験なら何歳まで雇ってくれるの？やる気がアピールできるなら40でも雇ってくれそう。ただ年下の先輩に怒鳴られることも多い。この業界は人手不足が激しいんだけど今後どうなるんだろう。賃金アップするといいな。返信ありがとう。人手不足だけじゃなくて仕事量も減りそうだからな。外人がすごい入ってるから賃金は無理だな。俺も土方受けようと思うんだけど5人ぐらいと10人ぐらいのところだと人多いとこのがいいかな。もっと多いとこがいいぞ。月給制のとこ探した方が良いよ。土方って言ってもいろいろあるでしょ。コンクリート流すやつとか、足場作るやつ、鉄筋のワイヤー締め、左官、大工だけじゃないよ。地方だと人数少ないところばっかりだよね。工場も派遣ばっかりだし、少しでも良さそうなところ探したいけどハロワだと当たり外れがわからん。土方でもいろんなのあるからきつい順にランク作ってくれるといいな。ボードパネル工とかじゃね。土木で肉体的に楽なのは重機オペだろうね。バックホーオペはすげえでぶったおっさんいたりするよ。もう手元作業とかは行き上がってできないだろうな。一致だがすごく嫌な上司がいる。
そいつがいなければ楽しく働けるのに、機嫌が良い時と悪い時の差がありすぎて小丸者なんじゃないかと思うことさえある。上にペコペコしてるくせに、ほんとクソだわ。そいつの立場は？年齢は？詳しく教えてみろ。逆に嫌な奴が一人しかいないと考えることもできる。4月だからか1万円昇給した。大企業並みだな。入社して半年経った。まだまだ怒られることが多い。給料は現場の都合で残業が増えて26万になった。早く嫌な上司だけ消えないかな。贅沢言うなよ。なんだかんだでエッチは馴染んでそうで羨ましい。脱ニートして、結構頑張れるもんなんだな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。Y 元ニートの自営業、近所のGババに年収を聞かれまくる。毎回のように引き止めてきて年収は？仕事は？って聞いてきてうざいんやが。ニートって答えればええやん。一人でやり始めた自営なんてニートみたいなもんだろ。ぼちぼちやいっとけ。田舎はこういうの嫌だよね。金額によっては祭りだのの寄付金とかでごっそりたかられるのは確定だな。何時のおかげで平均年収なんとなくわかるからそれを言っておけばいいかな。自営って言ったらあれこれ言われそう。適当にはぐらかしとけ勝手に低く見積もるからそれでええやろ。そのうち、あいつまだニートだってよって噂を流されそう。じいさんならそのうちくたばるから放置でええやん。多分町内会とか雑用に勧誘したくて聞いてきてるんだぞ。じいさんばあさんは知り合いなのか。ニート時代、引きこもってたから、正直、誰が誰とかよくわからん。一人は、Y が小学生の時に登校中に見かけた気がする。他は知らん。話しかけられてマジでうざい。リモートですって言っておけばいいじゃん。っていうかまだニートだろ。自営とか嘘待つやん。そこまで年収高くないけど働いてる。適当に聞き流すこともできないのかよ。ニートだって言っておけばいいのにいちいち考えるな。せっかく脱ニートしたのにな。ニートって噂を流されるのもちょっと。じゃあ好きにしろよ。イッチが話しかけやすいオーラしてんだろ。イヤホンつけて音楽聴いて歩いてろよ。それいいかもな。ちょっと買ってみるわ。まあ近所のGババはしつこいよな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。わい、ネトゲ楽しいな。ルンルン、フレンド、お仕事何されてるんですか？わい。自営業って言っておけばOK。自営業とかリモートとか、大学生とか。マジでなんで聞くんや。せっかく楽しい気分が今日ザメだよ。適当にごまかせなかったお前が悪い。ほんそれ。別にニートって言えばいいじゃん、事実だし。なんでそこまで気にするかな。友人とかだと言いにくいけど、ネットで知り合ったフレンドなら別にいいよな。Y もイッチと同じで職業を聞かれるのは嫌や。Y はいつも、リモートって答えてるぞ。前に一度、別のフレンドに聞かれてリモートって答えたんだけどさ。リモート羨ましいですって職種とか細かい部分まで聞かれてバレかけた。あんまりごちゃごちゃ聞かれたくないし、ログイン時間とか色々で察してほしい。ニート限定でフレンド作ったりできんのかな。社会人のクランとか入ると結構ニート率高いけどな。フレンドが大学生とかだと向こうがキラキラしてて悲しくなる。わかる、同じニートだと思ってたら、もうすぐ夏休みでとか言われて悲しくなった。お前らネトゲに何を求めてんだよ。普段、虐げられてるニートだぞ。ネトゲの世界でくらいは堂々としてたいんや。くさ。はぁ、もうこのフレンドとも終わりやな。最近まで仲良くしてて、定期的に一緒にインしてたけど、もう一生会いたくない。向こうは軽い気持ちで聞いてるんだろうけど心がえぐられる気分だった。大げさでくさ。じゃあもうネトゲなんかやめろよ。なんかフレンドとかできてもだんだん嫌になってサバ変えたりゲーム変えたりするんだよな。今回もそういう時期が来たんだと思って諦めるか。ニートは辛いな。でもお前、毎日ゲームして遊んでるだけじゃん。それ？いっそ開き直って、ニートですけど？でいいのにな。相手もそこまで気にしてないだろ。別に一致と結婚するわけでもないし。気にしてないなら聞く必要もないだろ。お仕事は？の意味がわからん。社交辞令みたいなもんやぞ。年齢や性別を聞くのと一緒。仲間もいるし性別も聞くだけ無駄だと思うんだよな。年齢聞いてくるやつも同じくわからん。リアルで会う気もないし、なんでそこまで聞くんだってなる時はあるな。年齢や職業、性別はまだいい。連絡先聞かれると戸惑う。出会い中限。Gmail のステアドとか聞くやつたまにいるよな。はい、一度も聞かれたことないな。アホなやつが、見た目が女だからって、中身まで女だと信じて話しかけてくるのとか痛いよな。ああ、ネトゲ初心者とかか。そういうのはすぐに1対1来た時点でブラックリスト入りだからいい。それよりフレンドになって、せっかく仲良くしてるのに年齢、性別、職業を聞くのはやめろ。自分語りで、俺、大学生なんですよねみたいなのは100歩譲って許す。こっちに聞くなよと。なんかわからんがエッチにはこだわりがあるんやな。そこまでネトゲに一生懸命じゃないからわからん。他にやることないんか。一日のほとんどはネトゲだぞ。
まあ一つのゲームじゃなくて何個かうろうろしてるけど、それもニートとか思われそうでエンジ感変えたりしてんだよな。結構気にしてて草。別にニートってバレたからってどうこうなるわけでもないのにな。カッコつけるくらいなら働け。こっちなんて、みんなが察して聞いてこなくて帰って気まずい感じになるぞ。大学生の頃 MM をしてたけど、ニートだから時間があるだけのやつが生きててムカついたな。別にプレイ時間や装備でマウント取ってないんだけどな。とにかく楽しく遊んでたらフレンドに詮索された、それだけ。急にリアルな話されると冷める。あとボイスやろって言われるのも嫌や。コミュ障愛も同じやな。仲良くなったおっさんが急にウェブマネーくれてさ。聞いたら株取引して生きてる人だった。ウェブマネー懐かし。今は昔に比べて20代だけじゃなくて30代40代のおっさんも多いし、そこまで気にすることないだろ。当時のネトゲにハマってた層がまだプレイを続けてるだけでニートじゃないと思うんだが。昼間に寝て夜のプレイおすすめ。夜だと社会人多いしニートとは思われにくい。昼間にニートって思われるのはしゃあない。わい、今日大学が休みで、フレンド、昨日もじゃ？わい。大学生って嘘つくなよ。わい、明日仕事なんで落ちますね。フレンド、明日は祝日ですけど。わろた。フレンド、お仕事されてるんですか？わい、今日は休みなんですよ。フレンド、そういえば昨日も、わい。もう隠さない方が違和感ないと思うわ。最終ログイン時間出すのムカつくよな。服のふりしておこうぜ。察してほしいってのはちょっとわかる。でもなんかニート認定されるのもムカつく。ニートだけど。じゃあどうすんだよ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。